27歳女です。バツイチ小持ちの旦那と今年結婚、親権は元嫁にあり、その元嫁は精神疾患を患って精神科にた体を繰り返しているようです。先は私との再婚をしたことに激怒。家にとつられ、叫び散らかされました。これまでも子供をたてにダイナーは嫌がらせを受けたりしてます。ここも嫌がらせや機内を加えられたりするのではないかと覚えています。また精神疾患の人は罪に問われにくいとのことで、ひろきさんはどうやって守りますかえっと、普通に警察に都合しますね。 で、あの、一応その裁判まで持っていくと、あの、接近禁止命令とか出されるんですよね。 えっとね、民事給部の仮処分できるんだっけななので、あの、その接近禁止の仮処分をもらっていくと、で、あの、接近禁止の書が来てますっていうと、警察が連れてってくるんですよね。で、あの、罪には問われないんですけど、いや、あの、刑事罰になった場合って、あの、強制的に精神病院に入院ということになるので、もううちに来れなくなります。なので、あの、強制入院という形にするためにも、ちゃんとあの、行政の機関を使うっていう形で、警察を巻き込むといいんじゃないかなと思います。 28歳、歯科医師4年目です。日本には保険制度のせいで質の高い歯科医治療ができてないのが現状です。歯の根っこの治療を頑張って30分かけてやってもせいぜい500円程度の診療報酬しか病院の売り上げにはなりません。なので適当な治療になってしまいます。僕は勤務医なので自分の生活もあるので給料も欲しい。各売上げの N% が自分の給料。でもしっかりとした治療を患者さんに長期をしたいという道徳心もあります。稼ぎたいという気持ちとしっかりした治療を保険でもしたいという気持ちが強制しない日本の医療制度についてどう思いますか えっと、お客さん次第なんですけど、あの、ちゃんとその説明をしてください。 多分他の歯科医院に今行くと適当な治療をされると思うんですけど、ただこの状況なので、あの歯のその根っこまで抜いて神経の治療を僕はやろうと思いますっていうのを説明して、ちゃんと治療するとお金のある患者さんの場合は、じゃあ銀歯入れるときどうするのっていうと、じゃああの自己診療であのセラミックにするわっていう人もいたりすると思うんですよね。まあ僕はあの歯の治療したときにセラミックを入れたんですけど、 なのでそこそこ高いんですけど、あの、金馬とか銀馬は僕入れたくないんですよ。あの、まあ、あの、世間の人が金馬とか銀馬入れてるのは全然わかるんですけど、その、あの、銀紙って噛むとすごい嫌な感じするじゃないですか。じゃあなぜ人間は銀紙を噛むと嫌な感じがするかっていうと、その銀紙って噛むと微量な電流が発生するんですよね。 で、その金属を口に入れることによって微量な電流が発生する可能性が上がるんですけど、でも多分多くの人ってその微量な電流が発生していることに気づかないで暮らしてるんだと思うんですよ。で、そういうストレスだったりを気づかないうちにずっと未来英語を受け続けるのは僕は嫌なんですよ。で、仮にじゃあその10万円とかで別にそれが避けられるのであれば、別に10万円払った方がいいよねって僕は思うんですよ。 その、あの、嫌な症状が自分でわかるんだったらまだマシなんですよ。でもその銀歯を入れるたことで不快になるっていうのが分かれば、あ、不快になりました。じゃあ銀歯やめますってなるんですけど、不快になってることが理解できないという状態で、ずっと微妙なストレスを感じ続けるという方が嫌なので、僕は銀歯を一回も入れたことがないんですけど、あの、銀歯入れるぐらいやったらセラミックにしますって言うんでセラミックにしたんですよ。 っていう考え方の人もいたりするので、なのでそのちゃんとした歯医者さんだな、この人はっていう人であれば、じゃあその、あの、じゃあその自分の,その自己診療で金払いますっていうのも、ちゃんとした歯医者さんのところでやろうって思ったりするので、なのでそのちゃんとした歯医者さんですよっていうのを患者さんにちゃんと分かってもらうっていうので、患者さんを教育するっていうのにした方がいいと思うんですよね。あの、現代の人ってなんだかんだ言って歯医者にその、まあ、 あの、そこに住んでる限りは、なんだかんだその、なんか、2、3年に1回は、帰ったりとか、史跡取ったりっていうので、その、通い続けると思うので、そうすると、じゃあ、今度入れ歯にしますとか、なんか、あの、歯がかけたんで、インプラントにしますとか、なんか、必ず、その、それなりに体験を払う機会って出てくると思うんですよ。なので、その、お客さんとの信頼関係っていうのの、その人の一生をか、その、なんか、あの、一応、背負うっていう形で、信頼関係を作ればいいんじゃないかなと思います。 えー、不妊治療に終止符を打ち、特別養子縁組で子供を迎えたいと思っています。えー、血のつながらない子を育てるにあたり、実習を育てる以上に苦労すると思いますが、子供の性格は育てる環境より遺伝の方が強いと思われますかか、えっ、ー、と、環境と遺伝両方強いですよ。なので、あの、どちらがというか、両方ですね。<laughs> だいたい50%、50%ぐらいになるんじゃないですかね。で、あの、まあ、その、 別にそのなんかね、あの、環境がちゃんと良きいっていうのと、あと、特別養子縁組になった場合に、あの、遺伝的に微妙な状況になる場合ってそんなにないですよね。要はその、あの、特別養子縁組に子供を出すような親だから、何か頭がおかしいとかっていう風な考えはよろしくないと思うんですよね。 単純にそのなんかお金がないとか、そのあのまあそのなんか夫婦別れてしまったとか、両親が事故で亡くなってしまったとか、まあいろんな状況があるので、別にその子供が遺伝的にまず悪いという風な見下し方は良くないと思うんですよ。で、特別養子縁組も受けられるというぐらいであれば、それなりに裕福な家庭だと思うので、裕福な家庭であれば、その環境においてはかなり強いので、あの、 まあこの話何回かしたかもしれないですけど、えっ、ー、と、えっ、ー、と、オランド大統領っていう人がフランスで世間してた時代の教育大臣の人が、あの、韓国系の女性だったんですよね。その韓国系の女性なんですけど、もともと韓国で孤児で、 で、あの、フランスの、あの、大学教授の夫婦に引き取られて育てられたんですよ。で、大学教授のもと、あの、ま、あの、家でもちゃんとした教育を受けるし、まあ、学校行って、で、その、いろんなことを勉強して、教育大、まあ、いろんなその官僚になって、教育大臣になったんですよね。 なので、その遺伝子的にはその孤児にしちゃうような親の両親のもとで生まれた遺伝なんですけど、まあその後ちゃんとした教育を受けて大臣まで行きましたっていうのがあるので、なので環境って結構重要なんで、で、里親制度やろうと思うぐらいの人なんで、多分ちゃんとした環境を提供できると思うので、あの、バンバン里親になって、バンバンいい子供を育てればいいんじゃないかなと思います。 特許を取りたい医療器具の案があるのですが、個人で企業、<laughs> あの、児童って書いてるところに小島だよって書いてる人が、ね、ちょっと笑っちゃいました。すいません。<laughs> 個人で企業を探して作品の作成、許可を取るハードル、移行連携するので大変です。シルクさんならどうしますかえっと、あの、 独立して仕事をするというのは、営業をいかに自分でするかという話なので、営業能力がないのであれば、営業代行に頼るとか、あの営業の得意にして雇うとか、自分自身でやらないようにした方がうまくいくんじゃないかなと思います。20歳大学生です。虫が苦手なのですが、どうすれば好きを虫を好きになれますか虫がいなくなった場合、どのようなことが起こり得るでしょうかえっと、ほとんどの野菜と果物を食えなくなるんじゃないですかね。 多分、アーモンドとか食えなくなりますよ。結局、あの、大体のその野菜とか果物って、あの、受粉作業は虫を使っていて、で、いちじも絶滅しますね。あの、いちって、あの、日本語で書くと、あの、えっと、花のない果実で無化化って書くんですけど、あの、花がないのになぜじゃあ、その、あの、受精ができるかっていうと、 あの、いちの実の中に入る蜂がいて、その蜂が、その、あの、他の一軸の花粉を持ってきて、で、その一軸の実の中に入って、その花粉、その、あの、おしべとめしべ的な花粉を入れて、で、あの、いの実がなるんで、あの、いちって、中に、これ、あの、言うと食いづらくなると思うんですけど、100%蜂の死骸が入ってます。あの、蜂の死骸の入ってない一軸って、まあ、 可能性と問題でたまたまポロッと落ちちゃったとかあるかもしれないですけど、ほぼ100%、あの、蜂の死骸が入ってます。で、それを含めて皆さん食べてらっしゃいます。なので、あの、まあ、ジジ美味しいってい、まあ、蜂なんでね、ハエじゃないんでね、まだいいやって言っていると思うんですけど、はい。あの、見たことないぐらいめちゃくちゃ小さいんですよ。あの、その要はあの、 あの、いちがめちゃくちゃ小さくて実になるような前の状態で入って、で、そこであの子供を育てて、で、いちの実からまたその蜂がブワーって出てって、で、そのあの元になった、そのあの親になった蜂は死ぬっていう。なのであの、まあ、探したければあのいちじく蜂で検索すると多分あの、Google で画像出てくるんじゃないかなと思いますけど。 え、ウォーターサーバー反対派だったんですが、子供が生まれてからはウォーターサーバーすげえと思ってます。え、泣きわめく子供を前にして、一瞬で人肌のちょうどいい温度のミルクを作れるからです。<laughs> え、子育ては余人の他のハプニングが多く起きるんです。え、まさに思ってたのと違いが起きます。その中、とりあえずミルクがすぐできるウォーターサーバーをすごいと思いました。医クさん的にはそれでもウォーターサーバーを使ってるのはバカだと思いますかまあ、自分がいいと思えばいいんじゃないですかただ、お湯沸かしといて、あの、給湯器でも、給湯器でちょっと出して水混ぜればいいだけなので、コツの問題だと思います。 えっと、あの、もしその子供のことをちゃんと考えてるのであれば、鉄瓶でお湯沸かしとくといいですよ。あの、その、えっと、人間の赤血球って鉄分が必要で、で、鉄分が多いと、その赤血球 石結球があの酸素を運ぶ量が増えるんですよね。であのまあ、人間の脳って割と多くの酸素を使うのとあとそのまあ,あのまあ、子供ってその筋肉の成長だったり体の成長っていうのがあなんですけど、まあ、そこのあの要は細胞が分裂するためにもその酸素が必要ででその酸素を運ぶのは赤血球でで赤血球を作るには鉄が必要なんですよ。であの鉄瓶で親をお,お湯を沸かすとお湯の中に鉄分が入る可能性があってなのであの鉄分を多くした方が実は生育にいいんです。 今のあの、現代の人ってあんまり鉄分を通らないんですよね。で、コメントでひじきって書いてるんですけど、あの、昭和の時代ってひじきは鉄分が多いからひじきを食べた方がいいよねって言われたんですよ。で、あの、ひじきには鉄分ほとんど入ってないんですよ。ひじきに鉄分が入ってないにも変わらず、あの、ひじきの鉄分がなぜ昭和の時代多かったかっていうと、海藻を鉄の鍋で煮込んでたせいで、 その鉄鍋の鉄分が海藻であるひじきに入ってたので、ひじきの鉄分が多かったんですけど、最近のひじきは鉄分少ないです。あの、アルビの鍋で茹でたりするんで。っていうぐらい、その、鉄の、あの、その鉄瓶だったり、その鉄のその食器を使って、あの、調理をすることによって、食べ物に鉄分って入るんですよ。なので別に魚田様が便利だったら便利だと全員いいと思うんですけど、ただ子供のためのものだれば、鉄瓶で沸かしたお湯を、その、あの、 保温できる、あの、あの、おっさんが言う魔法瓶に入れといて、で、その温度調節をして、あの、水と混ぜるみたいな形で、あの、ミネラルウォーターのペットボトルとその魔法瓶みたいな形で、温度調節するっていう癖をつけた方がよりいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、その各家庭のやり方なんで、はい。お好きにどうぞ。 え27歳高卒、昼はシステム保守、夜は風俗場として働く貯金は500万程度です。子供は欲しいですが、彼氏も利らず、1000万貯めるまで風俗をやめるつもりはありません。え周りが結構出産らしくで子供欲しい気持ちが強いですが、独立するために風俗やってるのかと言ってください。ちなみに、骨通ち事故でいくらかお経験入るため、あと1年で風俗が上がりそうです。たった1年ならもうちょっと頑張ればいいんじゃないですかあの、1000万円ちゃんとあの、きちんと使えば子供も割と幸せになれると思うのと、見た目はいいと思うので、あの、彼氏捕まえようと思ったら簡単に捕まえられると思うので、 なので、あと一年頑張ってください。あ。そっか。あの、ファン、えっ、ー、と、その、あの、えっ、ー、と、PC のファンが、あの、ちゃんとの、あの、強制的に回す状態にしないと、固まるんですよね、PC が。で、今、うまくいってるのかなちょっとリロードしますなんか、あの、PC が割と固まりがちな時に、配信だけできていて、 そのこっちの受信ができてないっていうパターンと配信自体もできてないの両方のパターンがあったりするんですよね。で、えっ、ー、と、これは配信もできてないパターンかなえっ、ー、と、このパターンだとちょっと時間がかかるかなと思ったら、できてはいるあ、僕のブラウザは固まってる お見えてるあ、見えてるのね。早、はいはい。すいません、すいません。えっと、あの、マイクロソフトエッジが固まっていて、今、あの、えっと、ファイ、えっと、あの、クロームの方でやったら、うまくいったんですけど、ただ、配信自体は、エッジでやってるので、エッジが困るとめんどくさい。はい、すいません。すいません、すません。見えてるですね。はい、すいません。じゃあ、えっと、子供は続けます。続けるんですけど、エッジの方が固まってるので、えー、スパチャが読めない。はい。 え、こんばんは、僕の友達が今日誕生日なので、えー、竹山ひゅうくん誕生日おめでとうと言っていただけるとありがたいです。はい、誕生日おめでとうございます。竹山ひゅう、あ、ひゅうがくんね。ごめんなさい。ひゅうがくん、はい。な,なんか、普通、ヒューって名前つけねえよなと思って、ピュータくんかよと思ったんですけど、ひゅうがくんですね。すいません。申し訳ないです。 職業訓年でプログラミングを勉強してます。訓練が終わる来年3月に就職する予定なのですが、その頃にはプログラミング歴9ヶ月くらいになってます。面接では独学で2、3ヶ月勉強しただけと嘘をついているのびしろがすごいやつと思わせたんですが、有効だと思いますかいいえ。あの、長い期間勉強してる人の方がちゃんとしてるって思う人が多いので、 あの、3ヶ月でこんなにできるんだすげえ、みたいに思うっていうのは、あの、中二病の方の考え方で現実的ではないです。ただ、あの、普通にあの、長い間ちゃんと勉強しましたよって、あの、きちんと勉強をし,してきましたアピールの方がよっぽどマシだと思います。最近、電車内での無差別テロが多くなってきましたが、そういう場面で気はした時の対象法と取ってはいけない行動を教えてください。いや僕あの、その、逃げてくる動画を見たんですけど、 すげえ人数逃げてるんですよね。で、あの、なんかあれだけいたら、みんなで倒そうと思ったら倒せるんじゃねえのっていう気がしたんですけど、あの、一人で戦うと無理だと思うんですけど、あの、カバン持ってる人とかいるじゃないですか。で、相手の人って、包丁的なもの一本しか持ってなかったので、あの、二三人でそのカバンを盾にして構えるとか、 で、あの、物投げるとかしたら、割と抑えられると思うんですよね。だからそこって、あの、リーダー不在の問題なんですよね。あの、結局その、あの、こういう形で倒そうぜっていうリーダーがいると、要はその、例えば一定の距離を取ったら包丁って届かないわけじゃないですか。 で、周りを囲んで、その、では、あの、包丁で行ったとしたら、後ろのやつが、その、近づいて殴るとか、あの、後ろから携帯投げるとか、その、こういう戦略を練って、俺たちでやろうぜっていうリーダーがいれば対処は可能なんですよ。でも、ああいう場所って、その、あの、リーダーになろうとする人がいないんですよね。 なので、まあ、その、今後も増えるんだとすると、なんか、その、リーダーになる人をいかに作るかっていうのを考えた方がいいと思うんですよ。で、あの、自分がリーダーになったらリスクあるじゃないですか。そう、コメントでお前できんのかって出るので、こういう場合にやるべき行動は、やんちゃな格好をしてる人をお立てるっていう。いその、あの、なんか、あの、 その、いけてます、俺系の、そのなんか、イケイケ系の人っているじゃないですか。あの、サングラスかけてるお、あの、おっちゃんとか、なんかあの、俺強いぜ、アピールをしてる人とかに、あの、すごい怖いんですけど、なんとかなりませんかって言った時に、あの、一緒に逃げようっていうより、なんとかしようとしちゃったりする、そういう人。なので、その、やんちゃ系とか、大学生とかを、お立ててください。 で、あの、どうしたんですかね俺手伝いますよみたいなこと言うと、あの、自分が一人じゃないと思えば、じゃあお前後ろ回れみたいなこと言ってくれるかもしれないので、なので、手伝いますアピールをして、やんちゃの人を巻き込んでください。で、やんちゃの人巻き込んで、手伝いますって言うと、多分大学生とか高校生の体育系の人とかも、多分乗ってくるんですよ。で、あれ多分その車両の中5両ぐらい逃げてるんで、多分ね、4人ぐらいはそういう人見つかると思うんですよね。 で、すげえ結構逃げる時間あって、で、その後もなんかあの窓からみんな逃げてるとかで、多分ね、結構な時間あったと思うので、そこら辺ちゃんとなんかグループ作った方がいいんじゃねえかなと僕は思ったんですけど、はい。まあ、ただ自分のこと考えるんだったらあの逃げるのがいいんですけど、で、それでうまく抑え込めたりすると、あのヒーローになってテレビ映り放題で、あの YouTube こういうのやってますとか、Twitter のアカウントこれですとかっていうと、結構人気者になれると思うんですよ。 なので、あの、リスクなく人気者になれるチャンスなので、あの、皆さん頑張って、戦い読んでください。はい、えー、初スパチャです。母が熟年離婚してから安定した職につけず病んでいます。離婚する前はほぼ専業主婦で、腰痛持ちなため、立ち通しの仕事は不可能。えー、パワハラを受けた経験があるため、人とはできるだけ接したくない。少しだけ簿記とエクセルワードの知識がある母が、手取り18万程度を得られる仕事はあると思いますかどうすれば安定した生活は送れると思いますか えっと、まあ、あの、いい会社があれば、別にある程度週一回だけ、あの、会社来てもらって、で、あとはリモートで家でやってくれていいですよ、みたいなことあると思うので、なので、もうひたすら探すしかないと思うんですよね。で、その、簿記とエクセルとワードの知識が少しだけあるの、証明ができないと、 単にデスクワークがしたけど、そんなに働いてないですっていう人になっちゃうので、かなり就職難しいと思うので、なので、募金2級を取りなり、エクセルの中のモスだっけなんかマイクロソフトの資格なりで、一応あの、ちゃんと使えますよっていうのを客観的に証明できるようにした方がいいんじゃないかなと思います。 えー、こんばんは、大手運送会社に勤めてるものです。副業禁止なのですが、金が欲しくて副業しようと思ってます。えー、やりたい副業が古着の転売なのですが、古物証許可証が必要です。大手の運送会社で古物証許可証を取ると会社にそれがバレる可能性はありますか別に通報されるわけでもないのでバレないと思いますけど。あとメルカリとかでやるんだったら、年間20万以下だったら古物証いらないんじゃないかったでしたっけ なので、ひとまず始めてみて。で、あの、それなりに売れるようだったら古物取るっていう方向でいいんじゃないですかで ?30 歳女です。父は地方中小企業の経営者、母は相うつ病です。 え、兄も父の会社を継ぐ予定で、父の会社が働いていましたが、数年前に精神的な不安定になり、短時間勤務になりました。そこで兄を支えるために、私も銀行員を辞めて入社をしました。え、その後、兄に幻覚幻聴や異常な被害妄想なので、仕事のトライブもで始めて、総合失調症と判断され、診断されました。え、今、仕事も休みがしで、私が継ぐ話も出てますが、両親と兄の世話をしながら経営していくことを想像すると不安になります。アドバイスをいただきたいです。えっと、まず、あの、両親と兄の世話をするというのを、やらない方向で考えてみてください。 あの、その地方中小企業がそれなりに儲かってるのであれば、あの、兄の世話をする人も雇えるし、両親の世話をする人も雇えるんですよね。で、それが雇うお金がないレベルの中小企業であれば、あの、普通に働いて家ほっといた方がいいと思うんですよね。要はその、あの、日本って福祉が充実してるので、別に誰も手伝う人いませんっていうと、役所の方でそういう人を当てがってくれたりとかっていうのがあるので、なので、あの、ま、自分がその経営をしたいのであればいいんですけど、そうじゃないのであれば、 なんかあの、その世話をしながらそんなに儲からない会社をひたすらやり続けるみたいなのって人生の無駄だと僕は思うので、まあそれが好きでやってる人もいっぱいいると思いますけど、なので、そこら辺のあの自分が何をしたいのかっていうのをちゃんと言えばいいんじゃないかなと思います。コメントで家族愛を取らないのか。えっと、家族愛と世話をするは別なんですよ。いや別に例えばじゃあ、お兄ちゃん超大好きですって言っても、お兄ちゃんのうんこ触りたいかって言ったら触りたくないじゃないですか。なので、お兄ちゃんのうんこ触るのはお金払って別な人に任せると。 でも別にお兄ちゃん好きは成立するんですよ。なのでその家族愛と、なんかあの、作業をごっちゃにするのってよくないんですよね。なのであの、お兄ちゃんは大好きだけど、お兄ちゃんの介護はしませんっていうのは別に僕は成立すると思ってます、うん、えー、マトリックスの映画の中で過去のバージョンから生き延びた人たちがギャングみたいな形で登場して、ボスみたいな男性がフランス語が一番美しい言語だが、特に他人を乗る収に向いていると言っていました。日本語、英語、フランス語をマスターしているクリリンガル、トリリンガルかな のひろゆきさんはどう思いますかえっ、ー、と、まあ、その、なんかあの、うん、どうだろうな。でも僕、フランス語の方が直接的な単語を使うから、あんまり上品だと思わないんですけどね。その、あの、ワクチン、ワクチンを接種しない人に対して、マクロン大統領が、そのエメルデっていう単語を使って、あの、要はその、バカにしたっていうのが割とニュースになったんですけど、あれ、その、なんか、うんこの中に突っ込むぞ的な表現だったりするんで、 あの、直接的すぎるんですよね、単語が。で、イギリス人とかってすごい皮肉を遠回しに言うんですよ。で、京都の人とかも皮肉を遠回しに言うじゃないですか。なので、上品度合いで行くと、京都とかイギリスの人の方が、あの、そのなんか遠回しにすごい嫌なことを言うっていうのがあるので、なんでそっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただフランスはその音のリズムっていうのを結構重視するので、その、あの、リズミカルに喋るっていうのがあって、聞きとその聞いてて、なんかあの、心地いいっていうのがあるので、 そういうところのことを言ってるのかなと思いますけれども。えー、高卒社会人3年目実家暮らしです。家庭経済状況から進学会で辞めたんですが、お金が貯まったので会社を辞め、大卒資格とだった特別支援教諭の資格取得を目指して、通信制大学がやるかと考えています。ただ、貯金を切り崩すよりは、高後貯金を続け、生活を維持した方が将来的現実かなと迷いが生じてきました。ひろゆきさんならどう考えますか大学行った方がいいですよ。 あの、結局その、まあ、社会人3年目で21歳とかだと思うんですけど、あの、大卒の方が長期的に給料は増えるので、要はこれからあと40年、50年働くわけじゃないですか。そうすると給料が高い状態で働いた方がいい、あの、総額は増えるじゃないですか。なので、あの、20代の貯金なんかさっさと叩いて、あの、給料が高くなるための資格の、要は自分自身に投資した方がいいんじゃないかなと思いますけど。 あちなみに僕は、あの、別にフランス語マスターしてませんよ。あの、生活するのに困らないぐらいなレベルなので、あの、別に、あの、なんか、英語も別にマスターしてるわけじゃなくて、まあ、その、あの、アメリカの会社で授業やってますけど、その授業を回せるレベルぐらいの英語力っていうので、なので、あの、僕、別にあの、言語をし、なんか、マスターするために外国語を勉強しようと思ったことは一つもなくて、 ただその英語を使って仕事をするので、その仕事ができるレベルと。で、フランスは生活しているので、生活ができるレベルっていうので、あの、ま、それなりの、あの、ま、使えるっていうレベルなので。なので、あの、言語をマスターしたいとか、マスターするために勉強していますとか、一切やってないださい。えー、以前、加熱用カビで生で食べていると話してましたが、お腹を壊すのはやめてください。えっと、お腹を壊すのではなく、ノロウイルスにかかります。 加熱用と生食用は反則している回帰を書いています。生食用は2、3日置いたものでありません。ひろきさんのように影響力のある人が間違ったことを犯罪と信じる人がいるので、お金を払っても伝えなければいけないと思いました。 えっと、あの、置いたものではなく、生食用の、その、あの、純水だったり、その、ウイルスのいないところで、2、3日通して、その、カキの体の中のノルウイルスとかいない状態にして出荷するので、なので、痩せ細ってる状態なので、生で食べても安全なんですけど、美味しくないと。で、加熱用のが美味しいよって話で、で、養殖している海域自体は変えてないと思いますよ。変えてる場所もあると思いますけど、 別にあの、養殖してるところが、じゃあこれ生食用だから2、3日間プールに入れておくし、これは加熱用だからそのまま出荷するっていうので、会期自体を変えてるっていう話じゃないと思います。会期を変えてるのであれば、多分広島産の広島産で生食用と加熱用が両方売ってるって成立しないじゃないですか。だってその要は、あの、広島産ですね、広島じゃあその、加熱用しか作ってませんっていうのであれば、生食用の広島の牡蠣っていうのが存在しないはずじゃないですか。 でも広島って生食用もか、あの、牡蠣も養殖用の牡蠣も両方出たりするので、なので、その、育てているその業者さんによっては、海域を変えている場合もあるっていうだけで、別に全ての業者が変えているという話じゃないんじゃないかなと思います。えー、友達が誕生日なので、港くん誕生日おめでとうと言っていただけませんかまた20代後半チャレンジしておいた方が良いこと、アドバイスなどあればいただけると幸いです。 えっと、誕生日おめでとうございます。えっ、ー、と、多分20代だとまだ体力があるのと、お金がなくてもなんとかするっていう行動力があったりするので、一回海外とか放浪してみるといいんじゃないかなと思います。 えー、課題い実験で奇水域について調べてます。塩分濃度や成分などを採取し計測してるんですが、それを調べることで何に役立つのかわからなければなりません。何に役立つか思いつかないので役立ちそうなことを教えてください。えっと、奇水域でしか生活できないようなムツゴロウみたいなあの生き物がいて食べると美味しいよね、みたいなのがあるので、 なので、その、奇水域っていうのが、じゃあその、塩分濃度の成分っていうのが再現できるのであれば、ムツゴロの養殖も可能だよね、と。で、ムツゴロってすげえ美味しいらしいんですけど、僕食べたことないんですけど、その宮崎県の干潟とかに住んでる、あの、ま、ハゼみたいな生き物で、なかなか取るのが難しくて美味しいらしいんですけど、ああいうものが食べれるようになるっていう条件を満たすためには、そこの塩分濃度だったり、海水の成分だったりっていうのが、完全に再現したらいけるのか、それとはまた別の何かが必要なのか、みたいなのはちゃんと調べないとわからないので、ムツゴロを 食いたいいいたからってててう目的にしてみてください、えー、こんにちは、20歳男性です。母親の学歴が低いほどこの学歴が低くなる原因ですが、低学歴の母親ほど勉強しなさい、ゲームをやめなさいと子供に言うことが役効果だと知らずに言い続ける気がします。そして子供が勉強嫌いになる結論として学歴が低くなってしまうことも一因になる気がします。皆さんこにつでどう思われますかあとこの文章の読みどうですから、100点満点で評価お願いします。 えっと、読みやすさでいくと、あの1、一にある気がしますと、2が関数字の2になってしまうので、読みやすくはないですね。はい。で、あの、まあ、多分、勉強しなさいとゲームやめなさいっていうのを言った場合に、勉強はやりたくないものだけど、やらなきゃいけないもの。で、ゲームはやりたいものだけど、親が止めるものっていうので、ゲームは楽しい、勉強は楽しくないっていうのをどんどん強化してしまうんですよね。 なので、あの、別に僕、ゲームでもいいと思うんですよ。あの、要はその、学習って何っていうと、自分の知らないものを自主的に調べて、知識を増やすことなんですよね。あの、要は子供のうちの勉強って。まあ、あの、その、大学院とかまで行くと、あの、もう知識というものを記憶するのではなく、新しい知識を発見することが仕事になるので、また別なんですけど、まあ、その、小中学校っていうのは基本的には、あの、 あの、自分の知らないものを調べて記憶するなので、なので、あの、ポケモン超楽しい、じゃあポケモンの全キャラ暗記しようとか、あの、このキャラはじゃあ電撃持ってるけど、このキャラ電撃持ってないとか、じゃあこのキャラはなんか草タイプだよねとか虫タイプだよねっていうのを暗記するっていうのも、僕はそれは学習で勉強だと思ってるんですよ。 なので、そうやって必要なものがあった時に調べて覚えるって、あの、覚えた知識を使うっていう、それの、あの、繰り返しなので、なので、じゃあ,あ、るる時に、じゃあ、その、いい高校に行きたいよね、と。で、その、いい高校に行くためには、こういうテストでいい点数を取らなければいけないと。じゃあ、このテストでいい点数を取るためには、なんか、この、なんか、許を覚えなきゃいけないよね、とか、英単語を覚えなきゃいけないよね、と。なので、その、合格するためにやりますと。 で、そのポケモンも、そのポケモンをいちいち覚えるのが目的ではなく、自分の育てたポケモンで、他のポケモントレーナーに勝つためにやってるんですよ。なので、目的は勝つなんですよ。で、勝つために、じゃあ相手のチームはこういうの使ってるから、それのじゃあ,あの弱点になる武器を持ってるポケモンはこれでっていう配置を考えるっていうのがあって、なので別に僕はポケモンで強くなるっていうのだけでも全然勉強になるんじゃないかなと思ってますけど、 かあの昔の,あの元同僚の弟さんが、ポケモンの世界大会で2位とかになってて、なんか兄弟とかに向かったみたいな話をしてて、で、なんかずっとゲームばっかりしてるとかと思ったら、なんか勉強もできたみたいなことをそのお姉さんの,あの元同僚の人が言ってたんですけど、ていうとこがあるので、割となんか今時ゲームが割とうまい人は、 あの、その、要は、試験っていうゲームを結構こなせることが多いので、なので、あの、勉強するというのとゲームをするというのは僕は矛盾しないんじゃないかなと思うんですけど、あの、格ゲーが上手いだけの人だと、反射神経異常にいいっていうタイプの人もいるので、あの、そういう人は、あの、試験問題向いてない場合もあるしね。まあ、その時戸さんみたいに、 あの、東大にもかかるし、ゲームも上手いですって人もいますけど、あの、反射神経系が超上手いですっていう、あのシューティングゲーム上手いですとかの場合は、あの、学業とはまた違うのかなと思います。はい。 大学3年生女です。中学生の頃から精神科に通院し始め、転院して最近やっと ADHD の診断が出ました。バイトや人間関係も続かないことが多く、普通に働けないと思うので、精神障害者手帳を申請して、障害者供用での就活を考えています。メリットは調べると多く出てきますが、世間体以外の大きなデメリットってあるのでしょうかちなみに就職会地時的な手段で最終的には独立したいと思います。あの別に世間体というか、バレやしないんで、あそ,あのまあその会社の中でわかりますけど、 別にあの、普通に通勤してますとかで、あの、近所の人が分かるわけないので、なのでデメリットほぼないと思います。なので、あとね、大企業入りやすいんですよね。その、障害者を雇用しなければならないっていうルールがあって、大企業が、えっとね3、3%ぐらいは障害手帳を持ってる人を雇わなきゃいけないっていうルールがあるので、で、あの、頭のおかしな人は雇いたくないと。 なので、あの、そこそこまともな障害者ですっていう人がいると、あの、その人が、その、そんなに優秀じゃなかったとしても、罰金払うよりは雇った方が得だよねっていうのがあって、ま、まだ、あの、就職しやすいっていうのがあったりします。 え、高校生でさっきも言った通り僕は一人言が多くそれに夢中になってしまって一人言を止めることを忘れてしまい、父親にも一人言のコントロールができないの医者に行くとし、言われ心配されました。えー、異常で頭のおかしい万歳万歳一人言が多く言ったりします。えー、ネットには統合視聴症などで病気がかかれていましたが、これは病気なのですか仮に精神科に受験を診したとしてもこれが病気だと診断された場合保険に加入できないって聞いたんですが、これは本当なんですか別にあの、保険は普通にあの国民保険だから入りますけど、で、あの、じゃあ、授業中とかに一人事言,言うかっていうと多分言ってないんだと思うんですよね。 で、その、あの、一人ごって、そ自分が本当にコントロールできないのであれば、授業中であるとか、お葬式とかでも一人ご言ってるはずなんですけど、多分、誰もいない状況で、一人ごを言っても、その、その困らない時に言ってるっていうだけなので、なので、あの、ちゃんと無意識の段階でも、特に、あの、困らない時だけ言ってるっていう区別はできてると思うので、なので、別に精神科に行かなくてもいいと思いますけどね。 えー、こんばんは、僕は東京の大学に進学したいと考えています。大学はどこでもいいので住む場所を決めてから大学を決めたいと思います。ひろゆきさんが東京に住むならどこに住みますか大学の近く。あの、結局その、大学に近い方は通学に時間がかかると人生の無駄なので、 あの、僕、その、東京都北区赤羽っていう大都会で育ったんですけど、で、あの、中央大学って八王子にある大学に通ってたんですけど、1年目の時に、で、最寄り駅が多摩動物公園駅なんですよ。要はその、動物園が作れるぐらい土地が安くてめちゃめちゃ田舎にあって、で、そこの駅を降りてから、20分ぐらい山を登って歩くっていうのがあって、 なので、あの、その中央大学に通う人はみんな足腰が鍛えられるっていうのなんですけど、で、めんどくせえなと思って僕、最初原付きで帰ってたんですよね。ほんで、片道1時間4、50分ぐらい。だから往復で大体1日4時間近くを使うっていうのを、まあ、1年ぐらいやってて、これは人生の無駄だなって気づいて、あの、大学の近くに引っ越したんですよ。っていうのもあるので、あの、行きたい大学決めてそこの近くに住むっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。 相談ではなく、愚痴を聞いてほしいです。昨夜から40度の熱がずっと続いており、救急車を呼んだんですが受け入れ先の病院が12キロほど離れており、コロナ陽性だった場合は、そこから家まで一人で歩いて帰らなければいけないけど、それでも救急車は乗りましたと言われました。救日だと仕方がないかもしれないんですけど、発熱外来や救急病棟、救急車のおじさんの言ってることが、全部違いすぎて、いたたみ、みにされて辛かったです。明日病院行きます。マリちゃん頑張れと言ってくれたんです、えー。と、名前はミユちゃんってなってますけど、マリちゃん頑張ってください。えっとですね、こういう場合は、 あの、何も考えずに病院に行ってください。で、病院に行った後、あの、家に帰らないって手もあります。要は病院で、あの、なんか体調が悪いから12キロも一人で歩くなんて無理ですっていうと、それはそれで病院が何とかしてくれるんですよ。要はあの、1月の寒空に、お前帰れって追い出すって病院はできないんですよ。何かあったら大変なことになるじゃないですか。コロナ陽性だし。なので、実は行くと何と当なります。 あの、その他の国は知らないんですけど、日本って割と結構、あの、みんなその病院の人とか、まあ役所の人が優しいので、あの、目の前で本当に困ってる人がいたら、ほっとかれるってないので、なので、あの、一人で割れて帰りますって適当なこと言って、病院に行っちゃうのが正解だと思います、えー。現在30歳高卒、住宅設備修理会社に勤務した8年、会社の勤務時間給、給料ともに超絶ブラックで独立を考えます。 すでにクライアントの話はほぼ出来上がっており、あとはこちらで依頼をこなせるだけの事務所機能や道具の準備などが残っている状態です。ただ今あるパイを今の会社と取り合う形になるので嫌がらせをされないか心配です。社長は地元の若手顔役みたいな人、やっておくこと等をお気がついてあければ幸いです。えっと、クライアントを複数作ってください。一社だけだと、そのクライアントが心変わりするといきなり破綻するので、なので、あのクライアントが何社か心変わりしても大丈夫っていう覚悟まあ、覚悟というか、それぞれ準備をしてから、 独立した方が安全ななんじゃないかと思らその地元の顔役的な人の場合って何らかしらの嫌がらせができる可能性があってでその嫌がらせをされるぐらいだったら別にあの取引こことともめて元の会社に戻した方がいいよねみたいになったりする場合もあるので,でそこら辺の保険はした方がいいんじゃないかなと思いますけども。 え先ほどは DX 推進とその課題についてお伺いいただきありがとうございました。農業、漁業などはまだまだ改善の余地がありまた、スタッフも考えに理解がる人に申請してしまえば問題ないでしょうか。また、ひろきさんなら農家などを買収したらどのように DX とか通じますかえっとですね、あの農家とか漁,あの漁業の場合って、DX というか、どっか一社が儲かると嫌がらせをされることがあるんですよね。<laughs> あの、これも2年前ぐらいで、どえっと、宮崎県かなんかのマスクメロン農家があって、で、あの、通販で直接売ってたんですよね。なんか1個1万円ぐらいでなんか高い、あの、メロンを売ってたんですけど、周りの農家が嫉妬して、農薬ばらまかれたんですよね。で、全部枯れましたみたいな。で、その年の売り上げ全部ゼロになって、まあ人件費とかもあるから、なんかすげえ何千万ぐらい損しましたみたいなのがあって、 あのね、それやるんすよ。田舎の人って日本の場合。で、犯人捕まえるのほぼ不可能なんですよ。いや、その夜中にだって農薬ばらまいてば誰がやったんかわかんないし、で、多分ね、地元の人はわかってんすよ、犯人。あいつがやったとか。でも、それはあの、そのみんな言わないっていう状態で、あの、結局その、あの、なんか、なし崩し的な犯人わかんないよねっていうので、泣き寝入りっていうので、 なんで、あの、そういう田舎のなんか嫉妬みたいなのだったりがあったりするので、なまじそのちゃんと効率的にやって売り上げが上がったからといってうまくいくかって言ってそうでもなかったりするんですよね。だからコメントってそれって犯罪でしょって言うん犯罪です。<laughs> 犯罪なんですけど、あの、田舎って結構そういうのをもみ消したりするんですよ。あと、あの、台風の時に畑を見に行くっていう、あの、風習があるじゃないですか。 よくそのなんか台風が来て畑とか見に行ったら危険じゃんっていうのであの行くべきじゃないよねっていうのがあの農家じゃない人の考え方なんですけど農家がなぜ台風の時に畑を見に行くのかであの農家とか田んぼの場合ってあの水が共有なんですよねまああの川的なところから水引いてでそこで水流すんですけどじゃあその台風が来て水がいっぱい来ちゃった時に俺の田んぼ水浸しになっちゃうと困るから 隣の田んぼに水流すんですよ。でも隣の田んぼに人がいたら気まずいから流せないじゃないですか。なので畑に行かなかったやつの畑に水を流すんですよ。で、そいつの畑だけ潰れて他のところは大丈夫っていうのがあって、なのでその台風があった時にその自分の畑田んぼを見に行くっていうのは、そのなんか台風のせいで川が荒れるからとかではなくて、 あの、要は、自分たちで行かなかったやつを潰そうぜっていう、そういうあの、なんかあの、いす、あの、あの、えっと何だ、なんだっけ、えっ、ー、と、イスババ抜きみたいなことをやってたりするんですよ。っていう感じだったりするので、なので、あの、僕はあんまりその DX でやった方がいいよねは賛成なんですけど、それがちゃんとうまく機能して、売り上げが上がって、長期的に儲かる構造になるのかっていうと、そこはもうその、 村とか文化の問題なんですよね。で、その、まあ、あの、じゃあ、それって良くないよね。水流すの良くないよねっていうのはそうなんですけど、ただ、あの、誰かの畑には水を流さないと全滅しちゃうんですよ。でも、誰か一人の畑を犠牲にすると、他の農家はみんな助かるんですよ。で、その、やっぱ誰かを犠牲にした方が合理的には正しいじゃないですか。総合的にはね。要は、そのみんなの田んぼが潰れるのより、どっか一人だけ損した方が、村全体としては良いじゃないですか。 っていう考え方なので、あの、悪いことをしてるという感覚も多分ないと思うんですよね。みんな見に行ったらどうなるのあのね、みんな見に行った場合は多分ね、あの、一番立場の弱い人が暗黙の了解で多分被害を被る形で説得されるんだと思うんですよね。その、分かったと。あの、誰か一人はここで苦労しなきゃいけないと。で、あの、 今から飲みに行こうみたいな感じになって、なぜか飲みに連れてかれて、で、いつの間にか、その、若手のなんか、外側から農家を始めに来た人の農家だけが水流れてて、これはもうしょうがないんだ。俺たちが、あの、ちゃんとフォローするから、ここは我慢してくれみたいなことになって、多分その、とざまの人が、あの、苦労するっていう構造にするんじゃないかなと思います。はい。 えっと、い、これ読んですみません。えっ、ー、と、転職先がブラック企業で部下を評価しない会社で2年、昨年9月に耐えられなくなって退職届を提出、えー。業務はワンオペ、業務ワンオペしていたこともあって、引き続きをするまでは、あと給料を上げてもらって続けたのですが、年末にスケジュールした社内打ち合わせを3回も後から打ち合わせでキャンセルされて呆れてしまいました。1月は体調不良を理由にほとんど出勤していません。このご時世なのでリモート対応できない会社です。とっとと辞めるのが正解だったのでしょうか。37歳独身女性。 えっともうリモートだったら出社しないでずっと給料もらい続ければいいんじゃないですか多分あの、その、きちんと仕事をちゃんとできるような状況ではないと思うんですけど、ただ引き続き、引き継ぎもあるのでやめてほしくないっていう状態だと思うので、もう転職活動しちゃって、あの、リモートの給料をもらいながら引き継ぎ作業だけたまにやって、で、その新しいその会社に関しては、ちょっとあの、有給を取るみたいな形で、うまくごまかすっていうので、両取りすればいいんじゃないかなと思いますけど。 2回目のスパチャとなります。33歳 IT 年収500万の業務委託となります。直属の上司と4年同棲しています。長年のモラハラで円形脱毛になり、現在実家に逃げています。以前は彼を伝えた際に、俺を別れるなら業務委託契約をやめてほしいと言われてしまい、仕事を失うなど、年収500万円はどっか不安でそのまま続けてましたが、体が限界。私は彼と別れる場合、仕事を諦めるしかないでしょうか。彼氏をパワハラで訴えられたことも多数あるコンプラム効果はないように感じます。呂木さんの考えを聞かせください。 えっと、あの、そこら辺の証拠になる LINE だったり、メールだったり、録音をきちんとして、で、あの、労働基準監督署に行っちゃってください。要はあれ、それ、脅迫行為なんですよね。なので、あの、労働監督署に行って、その上司の上司と話をすると、多分、あの、まあ、労働基準監督署が入って、大洗わになるぐらいだったら、契約を続けたらマシだよね、っていう形になるので、なので戦った時に勝てるような証拠をきちんと集めるという方向で。 あの、別れるためには、ま、まあ、証拠を集めて、あの、勝てる形で別れた方がいいと思うので、で、そういうタイプの人とずっと付き合ってても、いつか必ず別れます。まあ、一生どれで過ごすんだったら別ですけど、なので、あの、早めに別れた方がいいと思うので、証拠集め頑張ってください。 えー、Z 竹さんとの話で日本は困ってる人に声をかける人が少ないという話が出てきたいと思います。えー、私は日本しか知りませんが、確かに明らかに困っている人が横にいて無視する人が多いなと感じます。ただ、テレビやといったネットを見ていると他人のちょっとした悪行を許せない善人、自分を普通だと思っている人が多いように感じます。デルクさん、この普通と思っている人たちについてどう思いますか自身が民間上がりの教師ですが、教師のマナーの悪さにも同じもやもやっと感じます。えっと、今日のタイトルは、あの保護者を求める大人というタイトルにしたんですけど、あの、 なんかその、他の大人がやるよねっていうのが当たり前だと思ってる人が結構多くて、あの最近ツイッターでその高校生が、あのなんか電子タバコを吸っているホストで100キロのおっさん注意したら、なんかあの土下座させられて、でなんか頭踏みつけられて、頬骨が折れたっていうので、でそのなんか触らぬ神にはたたりなしだよね、みたいなことを言ってるみたいな話があったんですけど、でその車掌を呼ぶべきだよね、みたいなので、 その目の前で何かトラブルがあった時に自分で解決するのではなく、そとなんか大人だったり周りの人が解決してくれるでしょっていうのを期待するし、それが当然だと思ってるっていう割合がなんか日本は高い気がするんですよね。で、あの、まあ、僕、あのフランスのパリというところに住んでるんですけど、あの、その地下の遺跡が多すぎて、地下鉄とかエレベーターないとこめっちゃ多いんですよ。 で、あの、地下鉄とかでも乗り換えとかでなんか階段すげえ行くんでたりして、でも旅行者めっちゃ多いんですよ。なので階段とかでスーツケースで持ち上げるみたいなの結構大変なんですけど、ただ女の人で細い人とかがスーツケース持ってると、なんか物の,の見事に人集まってくるんですよね。 要はあの、ああ、元か、みたいなとか、あとだからそのベビーカーで子供積んでますみたいな人とかっていうのが、こうなんか、もたもたしてると、も、ま、う、あ、大体、ああ、俺やるわ、みたいな人が、なんかさらっと来て、あの、なんか持ち上げてくれるから当たり前で、なので、そんなに困んないですよね。なんか、乙武さんがあの、そのロンドンに行った時に、なんか階段で車椅子で通れないんだよねっていう時に、なんか、あの、すぐに人が集まって助けてくれるみたいなことしたんですけど、割と欧州というか、まあ、フランスもそんな感じで、 なので、なんか、目の前で困ってる人がいたら、それを助けるのが当然だよねって思ってるんですよね。それは、その、まあ、駅員さんがやればいいじゃんとか、俺の仕事じゃないよねとか。で、要は、その、あの、自分自身がやることではなく、誰か別の人がやることだよねっていう考え方があるんですけど、割とその、なんか、アメリカ人とかって、あの、自分の中の正義でものを考えるんですよね。 誰かがやることだから、俺がやらなくてもいいよね、じゃなくて、困ってる人がいたら、それをやるのは俺の正義であって、まあ、その神様との契約っていう、まあ、キリスト教的な考え方もあると思うんですけど、なので、それが当たり前だと思ってるので、特に何も考えないでやるんですよね。だから、そのなんか、あの、音がましいとかも特にか、あの、なんだろうね。あの、僕のアメリカ人が割と面白いというか、好きなのは、あの、せがましいことをすることに全く躊躇がないですよね。 あの僕、大学に行くまで割と人に親切をするときに、その相手の人に迷惑になるかなとか、そなんか相手の人は助けが欲しくないんじゃないかなみたいなことを思って声をかけないっていうタイプだったんですよ。で、あのアメリカに行くと割ともう当たり前にその、例えばドア開けるっていう、なんか人が通るときにドア開けるっていうのは、アメリカ人もヨーロッパの人も自然にやるんですよ。 で、それは、なんか日本だと僕は、あえてやらないようにしてることがあるんですけど、なんか気取ってると思われるみたいなのがあって、でも別になんかドア開けたことで迷惑だと思う人っていないよね、と。だから別になんかドア開けて人が通るんだったら開ければいいじゃん、と。で、なんかその、重いもの持ってる人がいたら持ちましょうかって言って、あ、大丈夫ですって言われたら、あ、大丈夫なんだって終わりで、そこをなんかあの、話しかける必要があるのかなと躊躇すること自体が問題だよね、っていう考え方だったりするんですよ。で、その、 それって、要はその、誰か困ってる人がいたら、他の人がやってくれるとか、もっと自分より強い人、偉い人がやってくれるっていう。なので、その子供ってあの、自分が何か困った時に、あの、大人が何とかしてくれるっていうので、その自分が何か助けなくてもいいよねって思ったんですよね。要はその、社会で起きている出来事は自分自身が解決することではなく、自分より偉い人とか大人とか、役人さんがやることである。 割とその、まあ、欧州とかアメリカ人の人とかって、目の前にあったときに自分ができる最善の行為は何だろうって考えるんですよね。ただから、なんかじゃあ、その、言い争いをしてる人とかがいると、日本の場合って割とほっとくんですけど、あの、こっちの場合ってわらわら集まってくるんですよ。<laughs> で、なんか、あの、言い争いをしてる人になぜかこう、あの、参加して、いやいや、それお前が悪いよとか、いや、こっちの言い分もどうだみたいなことになって、なんか、やたら大勢で喋っててうるせえなみたいになるんですけど、で、それを別になんかね、 助けようというか、あの、普通にその、なんだろうな、あの、不快感を解消するためでもあるんですよね。だから、あの、ネットを見てると他人のちょっとした、こう、許せない善人っていうのが出てくると思うんですけど、なので、そのなんか、ネット上で何か、その、いじめ的な行為をしている人がいたら、ふざけんなとか、あの、なんかそういうことよくないよっていう人がいるっていうのが、ネット上だとやる人って日本人の多いじゃないですか。あの感覚をリアルでやるんですよね。 でその目の前で何かその人がじゃあいじめられてるのを見たときにいやいやそれよくねえよっていうのって言わないと自分が気持ち悪いから言う。で、Twitter とかネット上の人も多分それだと思うんですよね。なんかその自分が気持ち悪いからいやそれよくないよとかそれやめろよって言っちゃうみたいな。だからそこのねなんかリアルとネットの境目が少ないのか、あとあのね、我慢しないんですよね。要はそのリアルで目の前で不快な出来事とか、例えばじゃあ高校生が頭踏んづけられてるのを見たときに 日本人の大人は、それを我慢して見られるんですよ。でその、でもまあ自分がそれに巻き込まれる必要ないし、駅員さんが助けるべきで、俺がやる仕事じゃないよねって、いろんな理由を持って、多分その自分の不快感に我慢しちゃうんですけど、そのアメリカ人とかフランスの人とかだと、あの子供が踏みつけられたら、おい何やってんだよって多分体が先動いちゃうんですよ。自分の不快感を我慢する気がないっていう。っていうのがあったりするので、 なので、なんかその、日本は、なんか自分じゃやらなくても他の人がやるべきことだよねっていう思いがちなんですよね。だ助けたいけどって書く人なんですけど、あの、助けようとするだけでいいんですよ。助けなくてもいいんですよ。だ例えばじゃあその、高校生が頭踏まれてるとしたら、 いや、いやいや、それよくないよって一人が立ち上がったら、多分同じように立ち上がる人も出てくると思うんですよ。で、10人ぐらいが立ち上がって、周り囲んだら、多分その大人の、そのなんかあの、宮本なんとかさんは、それ以上できなかったと思うんですよ。でも、誰も止めに行かなくて、なんかその後動画見たんですけど、駅員さんが止めに行ってて、ね、駅員さんも止めきれてないみたいな状態で、周りの大人傍観してるんですよね。で、別になんか10人ぐらいいたら、 だから、じゃあ腕一人が押さえて、もう片方の腕はもう一人が押さえてとか、いくらでもやりようあるんですよ。あの、ガチのプロの相撲取りでも3人いれば倒せるので、なので、4人か。1、2、3。あれ ?3 人か。3人で倒したかなまあいいや。っていうのもあったりするので、なのでなんか、もうちょっとその、我慢をしないで体動かすっていう癖をつけた方が、長期的にはいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。 え、母がガリガリで心配です。に、あ、みんな怖かった。いや、怖いよ、一人で行ったら。だから、大勢で行くのよ。<laughs> だ要はあの、要はその、なんか、自分一人で行ったら怖いから、その、自分が行くと、他の人も行くかもしれないじゃん。だから、周りを大勢で行った方がいいよねっていう空気感を作った方がいいって話。で、空気感を作るためには、あの、最初は誰かがやんなきゃいけないんですよ。なので、最初に、いや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 、それないでしょうって大きい声で言うと、でも、あの、勢いがつくので、周りの人も、いや、そうだよねっていう空気感で動いてくれたりするんですよ。 え母ががりがリで心配です。人間ドックも問題なく、今度ホルモンの検査をするようですが、おそらく精神的な問題で痩せてると思います。健康的に効率よく太る方法ありますか精神的な問題を解決するのが難しいです。なんかケーキとか好きな食べ物食わせるんじゃないのあと酒も太りますよ。あの、好きな食べ物をまず聞いて、それをひたすらあのプレゼントするようにすれば人は太りますよ。メープルシロップとか飲めばいいんじゃないですか。 えー、いつも動画見させてもらってます。子供も大きくなったので、パートから正社員に転職したいのですが、今後安定できる職はありますでしょうかえっと、正社員で募集してる会社にバンバン応募してみてください。必要利量で。あの、まあ、結局その、たまたま今人足りないよね、みたいなところは応募したらすぐに受かる可能性もあって、そのなんかあの、自分がこういうことやりたいとか、こういうとこに行きたいとかっていうより、あの、正社員になりたい人いますかっていうふうに言ってる会社に応募した方が受かるかこれ高いので、なので、必要利量でバンバン応募すればいいんじゃないかなと思います。 えー、黄色いパーカーじゃなくて残念です。ですよね。えー、先日結構明動と言っていただいてありがとうございます。前々回の配信話について、やや非現実的な感じがしますが、自衛隊の北方領土占領について参戦です。ただ占領するのは、幸福文書調印後ソ連に占領された、シコタンハボ前に留めるべきかと思いますが、どう思いますかあ、ですね。なので、あの、カラフトとかは取らなくていいんじゃないかなと思います。えー、ひろゆきさんがもし今大学生でオーストラリア、カナダどちらかに留学できるとしたら、どちらに留学しますかまっちくは留学には行きませんかカナダに行くと思います。 あの、まあ、あの、アメリカに近いので、割とそのアメリカ文化が分かってた方が、オーストラリアが分かってるよりも結構役に立つがことが多いんじゃないかと僕は思ってますその、あの、アメリカ人ってどんな人なのっていうので、割とその日本の人が見るアメリカ人って、カリフォルニアの人とかニューヨークの人なんですよ。 でもあの、アメリカって、その都市部に住んでる人より田舎に住んでる人が多いんですよ。で、田舎に住んでて、あの、自分の州からほぼ出ない、パスポートなんか持ってないっていう方が、実はアメリカ人って多数派なんですよね。で、そういう人たちが、その、アメリカっていう国を支えて作ってきてて、投票してるんですよ。 なのでそのなんかサンフランシスコとかで IT 系で超儲かってますっていう人たちってものすごい少数派でアメリカ人の考え方を知るのであれば実はその田舎の方だったりその普通の生活をしてるアメリカ人とちゃんと話をしないとわかんないと思うんですよねでやっぱりアメリカっていう国はすごく影響力がある国なので例えばその 今回のそのウクライナ・ロシア戦争とかでも、まあ、アメリカがどう動くかっていうのでやっぱり世界がじゃあそっち行くわとか経済制裁アメリカがするって言ったからじゃあやりますっていう感じだったりするのでなんでそのアメリカの人たち国民がどう考えるのかっていう感覚は僕は持ってた方が割とその海外のニュースとかは理解しやすいと思うんですよねなので僕そのあのまあアメリカに住んだこともあって今ヨーロッパにいたりするのでなんかその だから日本の人がじゃあそのロシア、あの、ウクライナ戦争ないよねみたいな時に、いや、あるんじゃねっていう話をしたの。これもやっぱりそのヨーロッパ住んでると、割と、あ、ロシアってやっちゃう国だよねとかっていうのも分かったりするんですよ。でも日本人のなんか戦争ってありえないよねっていう感覚だと、そこが分かんないみたいな。で、アメリカも戦争やっちゃっていいよねっていうタイプの国なんですよね。 あの、えっ、ー、とね、ちょっと、例えで理解してもらえるかどうかわかんないんですけど、あの、ビビりが多い国の方が、戦争をしがちなんですよね。要はその、こんなに怖いことが起こるんだったら、怖いから先に叩いちゃおうぜっていう、なんかその、あの、アメリカ人、例えば北朝鮮に対してめちゃめちゃビビってたんですよね。あの、トランプ大統領が、あの、あの大統領だった時代に、その北朝鮮が核を作ります、みたいな。 でも、ぶっちゃけ、そんな、ナンパアメリカ起きないっしょ。だって届かないもん、アメリカにそもそもっていう話なんだけど、でも、そうなんか、グアムまでは届くかもしれないとか、なんか時間の問題でアメリカが攻められるかもしれないっていう、そこら辺のそうなんか、あの、恐怖感が割と強い国民性な気がするんですよね。なので、やったら筋トレ好きなんですよね、アメリカ人って。 で、その、なんか、あの、アメフトとかですごい、あの、なんかあの、トレーニングしてますっていう人たちがかっこいいよねっていうふうに割と評価されたりっていうのがあって、でその肉体的に強いとか、マッチョであるとか、そこら辺のなんかその、強さをアピールするものに従うっていう、 あの、なんか文化というのが割と強めにあったりするんですよ。これ全然そんなことないよって人もいっぱいいると思います。これはあの僕の感覚だし、別になんかそうだという論文があるわけでもなくて。で、割と僕ロシアもその傾向が強いと思ってて、その今回じゃあ戦争賛成だよねって言ってる人が実は多いっていうのも、もうロシアってそのどんどん経済的にきつくなってて、あの、平均年収でいくと年収150万円ぐらいっぽいんですよね、ロシア人って。 なので、あの、めちゃくちゃ貧乏な国なんですよ。か国民一人当たりで行くと、実はマレーシア人と年収あんま変わんないんですよね。なので、ただ、その自分たちは昔すごかったと。その要は、あの、アメリカと肩を並べるぐらい大きな国だったから、そっちになるべきだよね。で、そう思い込んでる人も結構多いんですよ。 っていうので、そのなんか自分たちの実際とこうなりたいよねっていう帰りが高いっていうのが多分問題なんじゃないかなと思って、これあの国別の GDP だったりとか一人当たり GDP 調べてもらえばいいと思うんですけど、あの経済の規模のサイズでいくとブラジルと同じぐらいです。あの、ブロシアっていう国は。なので、あの、人口でいくと1万4あの1億4千万人っていうので、あのすげえ人口だし、なんか超大国のように見えるんですけど、実は経済規模でいくとそんなに大きい国ではないっていう。 なので、あの、ああのカナダに行った方がアメリカのことがわかるんじゃないかなと僕は思います。はいえー、春から大学2年です。航空科生官という国家公務員になりたいと考えています。英語は英検準1級取得済みで、今年の秋から1年間学部留学をするのであまり心配しないんですが、飛行機の位置を立体的に認識できる空間認識能力を鍛えたいと思ったんですが、ひろきさんだったらどういう訓練をしますか、ご教授お願いします。 えっと、別にそこまでの訓練の問題じゃないと思いますけどね。あと、航空管制官別にあの、使う単語が決まってるので、その単語をちゃんと使えればいいだけで、別になんか英語ペラペラになる必要もないと思いますけど。むしろ飛行機に乗る経験をした方がいいと思うので、 あのグライダーとかだったら、あの、なんか大学とかでも部活とかがあって、で、基本的にはその、あの、その、管制が、じゃこういうふうに報告をして、じゃこの空域飛んでいいですよってなって、で、飛行機ってどういう形で飛ぶかっていうので、その、基本的にはグライダーと飛行機って本質的には変わらないんですよね。まあその、エンジンがついていて加速することができるっていうのが飛行機の違いで、グライダーはまあ、あの、風に乗るだけなんですけど、基本的に飛行機って、あの、風に乗って動いて、いかにその燃料を。 あの、使わないように飛ぶかっていうのがあったりするので、で、あの、グライダー撮ってると、あの、一応航空ログが溜まったりするので、その何時間飛びましたって、あの、飛行機で1万時間飛んだら、なんか試験受けれるみたいなのが確かあるはずなんですけど、で、それにもカウントされたりするので、なので、飛行機を乗る練習ぐらいをしてた方が実践的なんじゃないかなと思いますけど えー、私はダーツが好きでよく漫画喫茶やダーツバーに投げに行きます。えー、プロとかを目指すわけではないのですが、ダーツ発祥の地、イギリスでは国営放送で中継されていたり、優勝賞金が1000万とかだったりします。そうですもんです。日本のダーツが発展するにはどういうことが必要だと思いますかやはり日本ではダーツイコールお酒のイメージが強いみたいです。えっ、ー、と、かけれるかどうかだと思います。結局あの、イギリスでそのいろんなスポーツが盛んとかって、かけれるんですよね。なので、あの、じゃ競馬がなぜ日本で盛んなのかというと、かけることが可能だからなんですよね。 なので、もしで境させなかったら、かけれるようにするっていうのが正しいんじゃないかなと思います。まあ、本質的には、あの、どのスポーツも、あの、それなりに面白いけど、どれも大してそれなりに面白くないんですよ。ただ、大体あの、流行ってるのって、かけれるからっていうのがでかいんですよ。なので、あの、高校野球とかって、あの、みんな大好きで見ている人多いと思うんですけど、高校野球でかけをしてる人って、日本中やたらに多いんですよ。どうやらなんかあの、その、 あの、闇賭博系の方によると、あの、プロ野球よりも高校野球の方が賭けで動く金額はでかいらしいんですよ。 要は、プロ野球だと、まあ、どうせ巨人が勝つでしょう。はい、巨人みたいになっちゃうんですけど、あの、高校野球だと、あの、地元の高校に賭けたいっていう人が出てきて、要はその、勝ちもしないところに賭ける人っていうのがいると、その分、その、あの、場にで入る金額が大きくなるので、結果として勝った人が超儲かるみたいなのがあるので、なので、高校野球の方が割となんか、金額が大きく動くらしいですよ。はい。 えー、習近平が全人代で海外関連の軍事活動に関する放置作業の加速を指示したそうですが、どう解釈されますか、メディアによっては戦争準備だと言われてますが、えっとまああの、基本的には中国って、あのその海外の,その今回もなんかウクライナに対して9000万円分ぐらいの支援をしますみたいなので、そのなんか海外のためですよっていうふうにはするんですけど、基本的には中国は中国のためにしか動きません。 なので、あの中国が何かをやるときは、あ、中国にメリットがあるためにやってるんだろうなっていうふうに理解してこいと思うので、なので、その、なんか海外で、じゃあ、その、そのなんかあの、軍事的なことがあって、それを手助けするよっていうのって、多分中国の軍隊を外国に送りやすくするとかっていうのを、法律的にやろうとしてるっていうだけだとは思うんですけど、ただ法律を作んなくてもやる国なんで、まあ、ポーズじゃないかなと思います。はその法律があろうがなかろうがや、やるときやる国なんで。 なんか日本の場合ってその自衛隊があるけど、一応なんかその救助とかもあるから自衛隊を海外に送るのよくないよねとか、今回あのウクライナに武器を送る、ウクライナのあの大使が日本のあの外務省の人たちに会って、あの武器をくださいって言ったんですけど、一応その日本の場合は法律上武器を外国に送るということができないので、あの残念ながらちょっとお断りしますみたいなのがあったんですけど、っていうのでその法律の方が大事だよねっていうのが割と日本の考え方で、あの、 武器を送らないように送りたい気持ちは,もは山々なんだけど武器を送ることはできないんですよ。なぜなら法律があるからなんですけど、中国はやっちゃった後に、はいや、やっちゃったよね。まあ別に法律なんかなくてもいいやっていう国なんで、まあ、基本的にはポーズだとは思いますん。 えー、プラスチック成形の工場で働いている34歳男です。ひょんなことから役職がついてしまい、部下が皆先輩です。状況的に先輩にお伺い立てないと仕事がしづらい状況です。正直先輩は自分で何とかしろという態度です。後輩も全然育ちにくいかき揚で頑張るようにも転職した方が良いでしょうか。えっと、ま、時間の問題である程度いろいろ覚えてくるし、あの先輩もなんか対応しないといけなくなるので、あの、上司に言ってみてください。 要はその先輩が教えてくれないからできませんって言った時に上司としては仕事をしなきゃいけないのでその先輩にあのこれちゃんと答えてあげてよみたいな形で多分仕事しやすくしてくれると思うんですよね要はその上司としては仕事がうまく回るようにあなたを出世させたと思うのでなのであのうまくいかない原因があるのであれば上司の人に相談してみてください、えー、某お手会社に勤めてますが数年働いても社風が合わず転職を考えていますどうしても合わないと思ったらさっさと転職すべきでしょうかはい また、社内監査が突然きちくなり、処分連発していて、僕も些細なことで処分されるのです。社内は殺伐でギスぎスとしています。処分もう連発される従業員が無能ということなんでしょうか。で、えっ、と、あの、二つのパターンがあって、あの、本当に無能が多いパターンと、あと、会社がうまくいってなくて、あの、リストラをするために、とりあえずあの、何らかしらでやらかしたやつにはすげえペナルティをどんどんつけてって、あの、会社をどんどんやめてもらうっていうので、結果的にリストラを進めるっていう、会社がうまくいってないパターンっていうのがあるんですけど、 なので、あの、まあ、普通に、それなりの大きい会社であれば、その決算書類とか見れると思うので、あの、毎年の利益がどれぐらいになってるかとか、売上げが増えてるのか減ってんのかとかっていうのを見て、あ、これリストラやろうとしてんなっていうのが分かったら、あの、まあ、大手企業だと、あの、辞めるときになんか退職金もありますとかあったりするんですけど、あの、中小とかだとそういうのなかったりするので、あの、いいタイミングでいい転職先に使ったら早めに辞めるっていう方がお得だったりする場合もありますん。 えー、社会人をやってから看護師になりました。その上、上から取れと言われて、衛生会社の資格を取ったら、思いのほか簡単に取れました。えー、何か他にも資格を取って講習量を取ろうと思ったら、何が一番いいと思いますかやはり看護系の学士ですかえっと、もうすでにもう看護師になってるのであればあの、何を取ったら、あの、給料上がるのかって聞いてみて、その会社だったら病院のに従ったこと言います。あの、資格手当っていうのがある会社とか組織って結構いいんですけど、だから IT 系だと、この資格を持ってるとプラスいくらです、みたいな。 なので、あの、その病院の、あの、なんか、勤務規定だったりとか、資格手当でを聞いて、あ、これ取ると上がるんだっていうのを取ればいいんじゃないかなと思います。えー、現在派遣で働いているのですが、持病の双極性障害が悪化して、4月で退職することになりました。雇用保険や商病手当、障害年金の支設を行ってるんですが、退職後に最大限お金がもらえる方法があれば教えてください。えっと、まず退職をしないで休職をしてください。そうすると、あの、休職手当がもらえるので、 あの、基本的にはその退職したら、じゃあその、ま、派遣会社の多分退職金とかもないと思うので、なので、辞めました、終わりなので、できるだけ辞めないで働かないまま金をせびり続けるっていうのをやった方が、あの、もらえる金額大きくなるので、なので、あの、診断書をもらって働きたいんですけど働けません。なので、休職します。休職でやってくださいっていう方向で、あの、働かないでお金をもらうっていうのを頑張った方がいいんじゃないかなと思います。え、ひろゆき何歳ですか4 4だが5らしいですよ。 えー、32歳管理職のなんです。中学2年の時に両親が別居し、私は母に着きました。当時は離婚してなかったが、母は18歳年下の彼氏を連れ込み、結果育児放棄に会いました。格好とか私の主一個上。女性の母は見るに絶えず、母が不在時には男に体を求められることも、その生活が苦続きて16歳で高校中退。バイト代を貯めて一人暮らし、フリーター中に勉強して IT 生者に現在です。17歳から連絡を立っているが、母も都市のほうで安否だけ気になってます。しつつきは立ってますが、死亡したら必ず連絡がきますか。親孝行って必要。 死んだ場合連絡来ないこともありますだって連絡先分かんなかったら連絡のしようがないから。なので、一応、親戚でこの人ぐらいは大丈夫かなっていう人がいたら、その人に連絡を取ってみるといいんじゃないかなと思います。で、あの、ま、例えばその、 どっかの公衆電話から電話かけるとかで、あの、自分の連絡先を教えないという、あの、携帯でかけちゃうと。ま、あつ、ひつじでもいいんですけど、あの、要は、あっち側に自分の連絡先が分かっちゃう場合もあるので、それでなんか、あの、連絡先伝わってめんどくせえ、みたいなパターンもあったりするので、なので、あの、自分の連絡先を教えない形で一回親戚に連絡を取ってみるといいんじゃないかなと思います。すでに死んでるっていうパターンもあると思いますよ。えー、市役所から連絡が来る、場合もあるよ えとまあ、住民票を写してたら連絡が来ると思うんですけど、多分住民票もちゃんと写してたら、親も連絡先分かっちゃってると思うんですよね。なので、そこら辺は写してないんじゃないかなという想定のもとに僕は説明しましたが。<noise> えー、24歳男です。先日、学生時代から付き合っていた彼女に、冷めたから別れてほしいと言われ、別れその2日後には別の男とホテルに行って付き合っていた頃から、浮ついた気持ちが冷めたんだと確信しました。 しかし自分は1ヶ月ほど前から大腸がんが見つかってました。彼女には言えずにそのまま置かれたのですが、2週間ほど経った後に友人経由からががんのことを知った彼女から泣きました。自分に対して冷めてる彼女が病気のことを知って急に連絡してくるような心境はどんなものなのでしょうか罪悪感じゃないですかね。要はその、あの、自分は正しいことをしていると人は思いたいことが多いんですよ。なので、その、えっ、ー、と、 た多分あの、もう先に、あの、好きな人ができていて、それなりな状況になってきたので、ただ、えっと、別れてから付き合おうよっていう形にして、一応、正式に別れてから付き合ったので、浮気ではないよねっていうので、その自分自身はいい人であるって思い込んでらっしゃると思うんですよ、元彼女の人は。 で、ただ、その、ガンであるっていうことを聞いてしまって、あ、私、いい人だったはずなのに、ガンの人を振ってしまったっていうのがあって、あの、全然そんなこと知らないし、そんなつもりもなかったんだよっていうので、あの、自分自身をスッキリするために連絡していきたいっていう話だと思うんですよね。なので、あの、私は悪い人じゃないんだって思いたいっていうのを、あの、ま、あストーリーのための材料として使われるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とはいえ、あの、なんかあの、 その、相手の罪悪感をうまく利用して、よりを戻したいのであれば、よりを戻せるチャンスもあるかもしれないので、まあ話をしてみるないんじゃないでしょうか。え、こんばんは。以前、自家焙煎コーヒーについてアドバイスいただいてもねで、そありがとうございました。クラウドファンディングでアウトダブレンドコーヒー、全国の店舗に届けたいというプロジェクト立ち上げ、昨日ですが終了まであと4日というところで、目標金額を達成することができました。あ、おめでとうございます。え、ちなみにショップの名前は e i c u f f c o コーヒーです。E はつけない方が良かったと思うんですよね。 多分あの、エコ的な意味でいいかもしんないんですけど、あの、日本語でいいって言っちゃうと、割とそのなんかインターネットとか、なんかそのエレクトリックっていう、そのなんかあの IT 系の感じがしちゃって、そのアウトドアが好きな人っていうのの、そのなんかあの、自然とかナチュラルとか、あの、スピリチュアルとかのイメージにはならない単語なので、まあもう、名前消しちゃったんでしょうがないと思うんですけど、僕だったら多分ちょっと違う名前つけるかなと思いました。はい、すいません。 Thank <laughs> you. えー、40代前半市役所職員で自殺未遂2回休職4回中で発達障害が悪く先日の家庭暴力過去問題であるる妻と子供が私の時間と避難中で児童相談所の調査が入り私は閉鎖病棟に今月まで入院、えー、職場からは肩た,たきされします、えー、前に相談したらまずうつ病を治すことを了解です、えー、今家族と職場を失う人生最大の危機、えー、うつの開館期間は4年弱あり治療プラス他のピンチ解放法を最大限してください、えー、禁止、休職、障害者手帳などお金をりますか、えー、実の両親は経済的病院まず肩た,たきを されているというのがあのマイナスのニュースだと捉えがちなんですけど実はプラスのニュースです要するに肩を叩いてもうやめた方がいいんじゃないのやめてくれと言ってることは逆に言うとヨシキさんが辞めると言わない限りその仕事はずっと続けられるということなんですよ要は本当に辞めさせられる条件が整ってなら肩叩きをするのではなくはいじゃああなたはもう仕事終わりです懲戒免職ですって言って報告が来てもらえるんですよ でも、公務員で、懲戒免職にするだけの罪状がないわけですよ。はそのなんか、何か犯罪をしたとか、あの、横領したとか、やらかしたじゃなく、あくまで、病気で休職をした。で、仕事の性能があまり高くないというだけなので、首にすることが不可能な状態なんですよ。なので、肩叩きをされてる限り、実は俺は絶対首にならないって保証されてってことなんですよ。で、あの、精神が不安定な時に、経済的な余裕がなると、くなると、さらにきつくなるので、なので、あの、公務員は絶対やめないようにしてください。 で、あの、体がなんか悪いなと思ったらカウンセリング行って、で、働けませんっていう診断書をもらえばまた休職できるので、なのであの、金もらいながらバンバン休職をするっていうのをずっとやって、とりあえずあの、体調を良くしてください。あの、コメントであるけど、肩たたき券とは違うかなはい。 で、あの、もう来なくていいっていうのを、あの、言われて、会社に行かなかった人の話っていうので、多分、えっと、もう来なくていい、社員、裁判、広行きとかで検索すれば多分動画が出てくると思うんですけど、あの、前にその会社で、あの、もうお前明日から来なくていいよって上司に言われて、あ、わかりました、行きませんって言って、行かなかった人っていうのがいて、で、その人が、まあ、その、でも、行かなかったけど、その1ヶ月分ぐらい給料くれよっていう裁判を、1年後ぐらいに起こしたんですよね。 あの、ちょっと境界もね、違うかもしれないんですけど。で、1年後に、じゃあその、まあ、あの、会社辞めろって言われて、もう辞め、来なくなったんだから、1円も払う必要ないじゃんって会社を言っていて。で、まあ、その、1ヶ月間は辞めろって言われてもらえらせたから、1ヶ月くれよっていうのを、ま、訴えた側の人が言ったんですけど、1年後の裁判長が言ったのは、もう明日から来なくていいよと上司が言ったのは事実です。なので、社員はその命令に従って会社に行きませんでした。 ただ、辞職をするっていう意思表明は会社員はしていないので、今もあなたの会社をその人は辞めていません。なので、1年半分の給料を払ってくださいっていう判決が出たんですよ。っていうのがあるので、もう来なくていいは、実はすげえ美味しい言葉なんですよね。あ、マジで給料もらえるの行かなくていいのみたいな話なので、なので、もう来なくていいって言ったら、ありがとうございますでも辞めませんって言って、家でずっと給料もらえばいいんじゃないかなと思います。はい えー、ウクライナ問題の味元さんがたくさんの著名人に罵倒されてますが考えとしてはすべて間違ってると思いません、えー、百田なんとかさんグループの人たちは正義を振り返て気持ちよくなってるだけなのでしょうか良きさんのご意見を聞かせてください、まあ、結局その何が正解で何が正しいかってすごく難しいんですよねあのー、まあ今日たまたまあのウクライナの寄付にいるボグダさんとお話をするって機会だったんで今度テレビタックルで出ると思うんですけど あの、シリアっていう国が内戦になったんですよ。あの、アサド政権っていうところを倒すぜって言ってる反政権派と、アサド政権の兵隊がバンバン戦争をやってるうちに、そのうちなぜかその、あの、イスラム国 ISIL みたいな人たちも入ってきちゃって、で、じゃあそのアサド政権をなんとかしようぜっていうので、そのフランスとかアメリカが来たら、今度はそのアサド政権の方にロシアがついてるみたいなことになって、で、結局もうまだ内戦やってるんですよね。で、60万人ぐらいの人が亡くなってるんですよ。 で、もともとそのアサド政権潰した方がいいよねっていうので、あの結構その反政権派が強かったんですよね。なので前世紀だとそのシリアの,あの政権側、アサド政権側ってもう領土があの30%、3割ぐらいしか残ってなくて7割が反政府側だったんですけど、今はあの逆に7割がアサド政権側になっちゃったんですよ。なので結果として、じゃあその十何年も内戦やってるけど、 何も解決してなくて、で、一般の民衆はもう60万人以上亡くなって、シリアの難民で400万人以上が、そのヨーロッパに流れたりっていうのがあったんですよね。なので、それって、今も終わってないんですよ。なので、もう今後じゃあどうやったら終わるのってわかんなくて、多分5年後も同じことやっちゃってるかもしれないですよね。で、そうすると、もう100万人ぐらい亡くなっちゃう戦争が続くっていう可能性もあって、 そういうのを考えたら、ある程度の犠牲をわきまえて、戦争を終結させるというのは、人間の命を大切にすると考えるのであれば、正しいよねというのも、理論的には合ってるんですよ。どっちが正しいとかではなくて、要はその、戦争が本当に終わって、人が死なないで終了ってなるんならいいんですけど。でもそうでもないし、じゃあその、戦争をやめましたっていうので、戦争をやめた後、じゃあその人たちが死ないないかっていうと、 例えばあの昔あのチベットっていう国があっったんですよ。あのチベットって今はその中国の一地域という形に一応国連でもなってるんですけどもともとチベットは別の国だったんですよね。であの中国の共産党の軍隊がわーっと来てでいつの間にかそのなんかあの。 その中国兵がいっぱい来て、で、そのなんかそこら辺のそのチベット政府の人たちとか追い出されたりして、で、ダライラマさんっていう、あの一応そのチベット宗教のトップの人っていうのが亡命してっていう間に、もうチベット国ってな、なチベットという国はなくなっちゃったんですよね。で、虐殺をされたりとか、そのハンガーストライキとかお坊さんとかいろいろやってるんですけど、結局じゃあその、 戦争をしないで、その、その、反抗しませんっていうのをした人たちどうなったかっていうと、そのお坊さんとかも虐殺されてしまったし、で、そこら辺のその元々チベットだった人っていうのも、まあ追い出されたりっていうので、で、その後、あの、ウイグル地区っていう、あの、イスラム教の人たちが多い、どちらかというと、あの、中央アジアの民族の人たちっていうのがいるんですけど、で、そこも一応、あの、国際法上は中国の地域ということになって、 で、そこの人たちっていうのも、なんか何も悪さをしないので、とりあえず刑務所に入れられて、なんかあの、勉強を教えてやるぜって言われて、勉強を教えるはずなのになぜか子供が産めなくなるような手術をされたりとか、なぜかレイプをされたりとか、なぜか強制労働をさせられたりっていうことになってるんですよ。なので、その、戦争をやめよう。戦争してると人が死ぬから良くないよね。じゃあ戦争をやめました。 で、その後そこが安全に統治されて、そこに住んでた人たちが幸せに暮らせますかっていうと、中国統治の場合ではそうじゃなかったよねっていうのがすでに歴史上証明されてるんですよ。で、じゃあ、ロシアの場合が統治どうやったかっていうので、も,もう、昔そのスターリンっていう人がウクライナを、まあの、まあ、あの、ロシアの、ロシアとかソ連の一部にしましたと。で、その時に、ウクライナってめちゃめちゃ小麦いっぱい作れる国なんですけど、小麦作った小麦を作った端からバンバンかっぱらっていったんですよね。 で、ウクライナの人たちが、そこで、そのもう、あの、食い物ねえからって、どんどん餓死してって、えー、200万人から300万人死んだって言われてるんですよ。えっ、ー、と、ポロモドールで検索すると出てくると思うんですけど、っていうのがあって、その、ロシア人が統治をしたら、じゃあそこは平和が訪れるのかと思ったら、めっちゃ虐殺されましたっていうのが過去にあるんですよね。 で、今回、その、ウクライナの首都のキーウの近くのブチャっていう街が、あの、ロシア軍に占領されて、で、ロシア軍を、じゃあ、追い返しましたって出てった後に、やっぱり民間人、あの、虐殺されてるし、その、あの、その、虐待もされて、その、なんか、あの、首切られたりとかっていう、明らかにこれ戦闘行為の結果じゃないよね、虐殺だよねっていう死体が出てたりするんですよ。なので、その、ロシア軍にその土地を任せたら、その、 人死人が少なくなるかというと、そうでもないっていうのはほぼ証明されてるんですよ。ただじゃあ戦争を続けたら、その、ほん、じゃあその幸せになるのかっていうと、シリアみたいに、その十何年戦争し続けて、結局戦争がなくてどんどん人が死んでいくっていうパターンもあるんで、その、どちらが正しいという話ではないと思うんですよね。うん、卵ボールではないな。はい。なので、その、 あの、要はその安全権でこうだああだって言ってるのは、その歴史上、まあ、どっちか言えば、どっちかが正しいっていうことにならも、あの、何十年後になるかもしれないですけど、今の段階ではどちらが正しいと断言するのって難しいと思うんですよ。で、ただ、どちらが正しいと断言するのは難しいんですけど、あの、そのどっちの方向のかが人が知らないか。ただ、あの、ロシアが悪いか良いかって話は、僕、ロシア悪いで確定させるべきだと思ってるんですよ。今その、 あの、まあ、他の国に侵略してって、バンバン人殺して、で、でもロシアにも言い分あるよね、とか、ウクライナ側にもやっぱり落ち度があったんじゃないの、とか、その、あの、ウクライナ側が何か悪いことをしたからこういうことになってるんじゃないか、ロシアがそんなにひどいことをするってことは、きっとウクライナも何か悪いことをしたんじゃないか、とかっていうふうに、その、中立のた、中立の立場を取ろうとする人がいるんですよね。 要は、ロシアが悪いのか、ウクライナが悪いのか、情報とかニュースが多すぎて、私はわかりません。だから、どっちが悪いとも言えませんって言ってるのって、その、僕は悪に加担してる行為だと思うんですよ。あのー、まあ、えっ、ー、と、その、ドイツがアウシュビッツっていう刑務所を作って、そこで、あの、ユダヤ人の人たちをバンバン殺してたんですけど、で、そこの、じゃあ、あの、 まあ、あの、そのナチスドイツが終わった後に、その西側の国の人たちが来て、そこの近所に住んでたドイツ人に聞いたんですよ。お前らここで虐殺あったの絶対知ってたよね。でもそこにいたドイツ人たちは、いや、俺全然知らない。そんなことあったって全く知らない。俺知らないもん。っていうので、知らなかったって言ってるんですよ。でも、その毎日、その何百人っていう人たちが来て、で、あの、人の死体を焼く煙は毎日ずっと上がってたらしいんですよね。 でそのアウシュビッツの刑務所の金網沿いとかにもやっぱりそのユダヤ人の人とかがいてどういうことがあってっていう話とかを外の人たちも言ってたりするんですよ。でもそれは「いやいや知らない知らない見てない見てないわかんないわかんない」っていうので彼らは逃げ切ったんですよ。 なんでそので何か出来事が起きた時に「いやよくわかんない複雑だからわかんない中立がいいよね」とか「いや私はどっちの立場にも立つべきじゃないと思うんです」みたいなことを言ってる人っていうのは結局僕悪に加担してる側だと思うんですよね。 なので、その、見て見ぬふりをするということ自体も悪であるっていう価値観をちゃんと作った方がいいんじゃないかなと僕は思うんですよ。で、これって、あの、今は、日本は、ウクライナとロシアの問題に立ち入らない方がメリットがあるよね。だから、見て見ぬふりの方がいいよねっていうのを、短期的に言う人がいるんですけど、短期的には正解なんですよ。ただ、 あの多分時間の問題で中国が台湾を攻めてきてでその時尖閣諸島を取った時に他の国が「えそれ日本と中国の問題でしょそれ俺たち関係ないから」 いや、でも日本が攻められるっていうのはやっぱり日本にもどっかへ落ち度があったんじゃないの中国を怒らせたんでしょそれはどっか日本が悪いことしたからこういうことになってんじゃないのっていうふうに他の国の人たちが言ったときも、あ、そうですよね。日本も殺されるべきですよね。って言って納得する人たちだったりと思うんですけど、まあ、結局その同じことが繰り返されるので、なのでその自分たちが直接関係なさそうな場所であったとしても、 その悪いことをやってるっていうのがいたらそれは止めるべきだと思うんですよね。だからまあ、あのコメントでもいじめ問題と同じだよねって書いてるんですけど、その目の前でいじめがあった時にそれを通報しなかったとか止めなかった人もいじめをやってるのと僕はある程度同じような罪を負うべきなんじゃないかなと思うんですけど。はい。なんか話がなくなってすいません。 先日、車の運転中に合流するとこで譲り譲らないで、車から降りてきて、窓を叩かれました。えー、幼児二人に乗せて行ってたこともあり、トラウマになってしまい、一ヶ月ほど運転できなくなりました。後から事故があったとでっち上げられたりだとか、業者だったので会社クリーム何かされないか、住所がバレないかなど不安ばかりで、ふさぎがしになってます。子供のために早く元気な方がにたりたいです。えー、どうか私を安心する言葉をかけてください。えっと、ドライブレコーダーを買ってください。あの、最近だと前と後ろ両方取れるドライブレコーダーっていうのがあって、 で、それで撮ってると、何か自分が違法行為をしてない、相手が違法行為をしたとか、っていうのは、あの、ドライブレコーダーさえあれば、確実に裁判勝てるんですよ。なので、ドライブレコーダー買ってください。安いのだと多分、あの、前と後ろ両方つけるのでも、8000円とか5000円ぐらいで買えるんじゃないですかね。なので、あの、あなたが必要なのは安心することではなく、ドライブレコーダーを買うことです。 要はその、じゃあ俺全然行けるぜ、安心だぜって言っても、ドライブレコーダーなしで、承認でっち上げられて、いや、この人からぶつかってきたんですよ、つって周りも、あ、見ました、見ましたって言ったら、裁判負けるんですよ。なので、あの、ドライブレコーダー必須だと思ってください、車を運転する人は。世の中頭のおかしい人いっぱいいるので。あの、全然関係ないですけど、ドライブレコーダーに映ってた、あの、なんか車のフロントグラスに突っ込んでくる頭のおかしな人の動画っていうのが、何年か前にあったんですけど、あれすごいですよね。 そのなんか、あの、たまたまドライブレコーダーをつけてるおばちゃんの車に、なんかあの、ね、ボールペンでフロントガラスを割りに来る頭のおかしな人が、バババババ,バって走ってこう、バーンってぶつかってくるっていう動画があって、もうあれドライブレコーダーがあったから、いや、頭のおかしな人ですねってなるんだけど、あれ警察が来たら下手したら、跳ねられてるとかになっちゃって、人身事故でお金払うみたいなこ石だっけあれとかになる可能性があるんですよね。だから、あの、本当ね、世の中って頭のおかしな人がいるから、あの、ドライブレコーダーマジ 必須です結局その車って人間と車が何か事故がありましたっていう時、どんなに人間の過失が高いよねっていう時でも、基本10-0なんですよ。ただ、あの、そのドライブレコーダーがあって車が動いてなくて、石持った頭を抜かした人が来たから、いやいや、これは頭を抜かした人が悪いよねってなったんですけど、あれがドライブレコーダーなかったとしたら、いやいや、跳ねられたんですよって言われたら、すげえ楽取られてると思うんですよ。なのであの、車乗る方はドライブレコーダーは必須だと思います。 あと全然関係ないんですけど、あの、今日たまたまあの、漫画編集者の、あの、宇宙兄弟とかの編集をやってる佐藤川さん、あ、佐藤島さんと、あの、ちょっとあの、メッセージのやり取りしたんですけど、で、なんかその佐藤島さんが今ね、YouTube の研究をいろいろしてるみたいで、あの、ドラゴン桜とかやってるしょね。で、その、あの、YouTuber の顔の分析をしたらしいんですよ。その、 まあ、あの、どういう表情をしているかっていうので、で、あの、里島さんが、その、YouTube 全体の中で普通の顔をしているのと、笑顔の時と悲しい顔をしているのっていうので、で、割合でいろんな、そのなんか研究する人が YouTuber 見たらしいんですけど、あの、僕が圧倒的に笑顔率高かったらしいんですよ。その、YouTuber って、あの、まあ、いろんな話題でいろんな話をするじゃないですか。 で、なんかあの、報告動画ですとかでなんか真面目な話で謝罪とかやるじゃないですか。僕、今まで、あの、真面目な話で謝罪の動画って一回も上げたことがないんですよ。で、さらに僕、あの、さっきから人が死ぬ話とか、事故の話をずっとしてるんですけど、僕、基本的にずっと笑顔で人が笑う、あの、死ぬ話をするんですよね。 なんかあの前あのメキシコでこういう虐殺があるよねっていうのでそのなんかあのタイヤをくり巻いて火つけてみたいな話をしてたんですけどとかあのなんか魔女狩りの裁判で火炙りってこうやってやるんだよねっていうの多分切り抜き探せばあると思うんですけどあれ僕ずっと笑顔でヘラヘラしながら喋ってるんですよっていうのがあってあの僕基本的に笑顔率が異常に高いっていうのがなんかあの一応数値出てきてあ面白おっていうのになったんですけどであのその研究のちょっとまたもう一段階その研究の先があってあの 僕と話をしている人、対談をすると、その人にも笑顔の割合が高くなるっていうデータが出てきたんですよ。その、あの日経テレ東っていう番組で、あの、菅元首相と、その僕と、あの、成田先生あの、イエル大学の成田先生と話をするっていう動画があったんですけど、あの、菅元首相が動画で出てるときって、基本的に大体無表情なんですよ。 で、ただ、笑いというのは、苦笑いも含むってなると、僕、結構その菅さんにひどいこと言ってるんですよね。あの、官房機密つきいくらちょろまかしたのとか、あの、なんかあの、一緒に引退しちゃえばとかっていうので、結構ね、あの、菅首相が苦笑いをしてるシーンが多いんですよ。なので、その結果、菅首相が、その出てる動画が、僕と一緒にいると、笑顔率が高いんですよ。 で、あの、最近、立憲民主党のあの、泉代表っていう方とお話をしたんですけど、あの、話の内容は、基本的には、あの、めちゃめちゃ、あの、厳しい会話をしてるんですけど、あの、泉代表が、その、嫌なことを言われた時に、作り笑顔をするっていう、あの、顔の構造の持ち主で、結果としてあの動画、確かに、あの、笑顔の時間めっちゃ長いんですよ。 で、僕とその泉代表が、あの、県権学会をしてるときは、あの、成田さんがずっとニヤニヤしてるんですよ。っていうのがあって、その中あの、 YouTuber で成功する理由はどういうのみたいなのが、結構そのいろいろみんな議論するんですけど、あの、笑顔が多い方がいいっていうのは、確かにその人間としては納得しやすいんですよね。やっぱあの、ニコニコしてる人のほうが見やすいよねっていうんで。で、その結果として、その苦笑いをさせたりとか、相手が作り笑いをするようなやつとか、そのなんかひどい話、悲しい話でも笑顔で話すサイコパスが成功するっていう、あの、本当にどうしようもない結論が出たっていうので、あの、僕としてはちょっと面白かったです。はい。 なので、あの、YouTuber として成功したい方は、基本的にあの、ひどい話を笑いながらするっていうのができるといいんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、酔っ払う前にあの、最初にとりあえず、タイトル解消しますけども、えっ、ー、と、今日のタイトルが、あの、えっ、ー、と、おとたけ政治家目指すってよっていうタイトルにしたんですけど、あの、音竹ひろたださん、ただひろさん、毎回名前わかんないですけど、まあ、おとたけさんっていうあの、面白おじさんがいるんですけど、で、面白おじさんのおとたけさんが、 あの、7月の日本の参議院選挙に出馬するっていうのがニュースになっていて、で、まあ、あの、出馬して頑張るって話なんですけど、あの、そうですね、あの、一本大満足の方っていうので、だいぶ有名になられてると思うんですけども、 とはいえ、あの、なんでこのタイトルにしたかっていうのが、実はあの、僕ちょっとその、あの、乙武さんに性的なネタで絡み続けるっていう、あの、嫌がらせをずーっとやってたんですけど、さすがに出馬する人にやるのもいかがなものかなと思ったので、あの、ひとまずその選挙終わるまではそういう絡み方をやめようっていうのを、公に言っておくと、多分やらなくなると思うので、なので、あの、そういう絡み方はしませんよっていうのを、あの、自分自身に対する戒しめとして、とりあえず言おうと思ったっていう。 で、今コメントであったんですけど、案外字が綺麗っていうのがすごいんですよね。あの、乙武さんの乙武 .com って公式サイトに行くと、乙武さんの自筆の字があるんですけど、めちゃめちゃ字が上手いんですよ。僕、あの、両手両足、指20本生えてるんですけど、あんなに綺麗に字書けないんですよね。だから、すげえなーと思って。まあ、置いといて。 でです、ね、あのなんでその乙武さんが面白いかなと思ってるのでまあ,あのその見た目面白いとかあの頭が面白いとか性格が面白いとかいろいろあるんですけどあのまあその選挙の仕組みっていうのがいろいろあってあの乙武さんが出ようとしてるのは東京都で出ようとしてるんですけどあの政党の場合だけ全国比例っていう仕組みがあるんですよ。 政党じゃないとできないんですけど、要は例えば、維新の全国比例ですっていうと、維新の会の、あの、日本中の人が維新の会のその人に投票できるっていう。例えばじゃあ、乙武さんのファンって別に東京都だけじゃないじゃないですか、いるの。なので、日本全国で、じゃあ乙武さん面白いよね、投票したいよねっていう人がいたら、それ全部の票が取れるっていうのが、その、全国から票を取るっていうのが、特典、その、あの、政党に所属してないとダメなんですよね。 で、なので、もしその乙武さんが本当に政治家になりたいのであれば、じゃあ自民党から全国比例で出ますとか、N 国党から全国比例で出ますとか、維新から全国比例で出ますって言っちゃうと、で、その政党としては、その比例で票がもらえると、その票自体が、例えば乙武、じゃあ自民党から乙武さんが、あの、なんか、 えっと、比例代表制で出ますっていう時に、乙武さんに入った票は自民党に対する票でもあるので、乙武さんも受かるし、自民党全体としての票も増えるので、結果として自民党の別の政治家も受かるっていうのがあって、なので乙武さんレベルの人が、じゃあ俺、その、政治家になりたいから、その、あの、政党の公認にして、その比例代表にしてくれっていうと、多分どこでも受けちゃうと思うんですよね。まあ、そのこだわりのなる共産党とか別にして、 で、まあ、もともと自民党から出ようって話もあった人なので。なので、その政治家になろうとすると、どっかの政党の比例代表に出ると、ほぼ確実に受かるんですよ。まあ、知名度がある人なので。ところがどっこいい、そこの確実に受かる手段を捨てたんですよね。乙武さんが。あの、どこの政党にも所属しません。無所属で行きますっていう。で、無所属で行った場合って、全国比例に出れないので、 その日本人の中で、例えばじゃあその福島県とか大阪とかに乙武さん大好きっていう人がめちゃめちゃいっぱいいたとしてもゼロなんですよ。その東京都内の人の投票でしか勝てないっていう。っていうところでかなり不利なところをあえて言ったっていうので、まあ相変わらず頭おかしいなと思ったんですけど。<laughs> まあそれはその受かりたい政治屋さんになりたい。要はそのまあ、 特定の候補の人を言うのも何なんですけど、あの、元おにゃんこクラブとかで、別にじゃあ社会に対してこういうことしたいよねとか、社会をこうしたいよね、みたいなことを、僕が知る限り一言も言ってない人が、金儲かるから政治家になりたいよね、知名度あるから私に投票して、みたいな人が、やっぱり出てきちゃうんですよ。まあ、その政治家ってそんなもんなんですけど、で、そういう人たちがなるよりは、割とその、 無所属でもいいから自分のやりたいことっていうのはこういうことですよっていうのをちゃんと主張した人が、まあ、あの、政治家になった方が日本にとっては良いと思うんですよね。要はその、日本をどうしたいかっていうので政治家になろうとしてる人と、あの、金もらえるから政治家っていう、い職業政治家になって一生安泰で生活したいから政治家になりたいっていう人の2種類がいるんですよ。で、あの、 最近、あの、三角関数なんか必要ないよね、とかって言い出してる、あの、元水保銀行の政治家の方がいらっしゃるんですけど、あの人も、あの、父親が国会議員でその地盤を引き継いだだけなんですよね。だから、あの、土地狂った頭のおかしいこと言ってたとしても、まあ、地盤があるからそのまま続けられるんだと思うんですけど、<laughs> っていう感じで、その、あの、他の職業ができないけど、ある程度の、その、まあ、地盤だったり、知名度があるから、あの、要は政治家という、政治屋さん として国の税金で食いたいよねっていう人たちって言えば世の中にいっぱいいるんですよでそうじゃない人が政治家になった方がいいよねただまあ先ほど言ったようにその政党に所属した方が受かりやすいんですよで政党に所属するとまあその政治屋さんっていうのがうごうごしていてでそこの政治屋さんがうまく生活するための仕組みっていうのを一生懸命作ったりするんですよね あの、今日のアベマプライムっていう、あの、テレビ朝日制作のネット番組で、あの、子の主張の泉さんとお話をする機会があったんですけど、あの、まあ、その子供向けにいろんな赤獅子が対策してますよっていうので、で、獅子の場合って、その子供向けじゃ医療費無料とか、そのおむつ無料であげますよとかっていうのも、所得制限かけてないんですよ。で、所得制限をなぜかけないのか、その方がコストが安くなるんですよ。 要はもうあのまあそのお金じゃあその18歳以下医療費無用って言ったらじゃあもう病院に18歳以下が来たらもう役所が払うから全部あの請求書送ってきてで送られた請求書に関してじゃあ役所が払いますで終わりなんですよでも所得制限をしようとするとそれを受ける子どもの親の所得はいくらなんですかでそうっていうのを調べるっていうのでめちゃめちゃコストがかかるんですよねでなぜそういうコストをかけた方がいいかっていうとあの日本でもコロナ禍の中で あの国民に10万円配ろうみたいなのがあったと思うんですけど、あの所得制限をかけるということで、人をじゃあチェックしてこの人に振り込む、この人に振り込まないっていう業務を作ると、その業務に対して業務をするための費用という形で税金がまた出せるんですよね。 で、確か日本の場合だと、なんか、サービスデザイン協議会っていう名前の、えっと、電通とパソナと、あとどこだっけもう一社ぐらいが、あの、お金を出している謎の NPO みたいなところが、えっと、その、休業保証金で、なんだっけ ?1000 億円ぐらいを分配する団体っていうのを作ったんだけど、で、そこのオフィス自体にはほぼ人がいなくて、取材に行っても誰も出勤してなくて、 で、なんか、パソナかなんかが孫を受けしていて、で、そこの孫を受けもまたひ孫を受けに飛ばしていて、みたいな感じで、結局、誰がどう働いたかわかんないけど、何割かのお金は闇に消えていて、っていう感じでお金が動くんですよ。で、なんでそうするかっていうと、闇に動くお金が生まれると、そこで躊躇吸えるんですよね。政治家の方々は。なので、じゃあ、あなたの会社でこういうことが、あの、まあ、そのこういう仕事っていうのができるようにするから、国の税金で、じゃあ、運ん上げますと。 なので、次回ちゃんと献金してくださいね、とか、もちろん、あの、うちの政党支持しますよね、みたいな感じがあって、なので、その、所得制限をかけるっていうことで、ある程度その政治家が裁量が生まれて、で、そこで自由なことができるっていう風にやりがちなので、所得制限だったりとか、何らかのその許可だったり、申請だったりっていうので、政治家が判断するという部分っていうのを作りたからんですよ。まあ、バカレースという利権なんですけど。で、そういうのはやっぱり政党に所属してると作りがちなんですけど、もうそんな場合じゃないよね。 っていうので、じゃあ日本にとって何が大事なのっていうのをやってなかったのが今までの政党だと思うんですよね。自民党にしても民主党にしても結局政権取ったとしても、あの今の日本って良くなってないよねっていうのは、ま、さすがに多くの方が同意していただけると思うんですけど、あの先進国の中で20年以上経済成長率ずっと低いですとか、あの少子化がずっと続いていて、もう何年か経ったら日本国民っていなくなるよねってイーロン・マスクに言われたりみたいな。 っていうのがあるので、その、所属政党という形で政治家の枠とか政治家のゲームの中に巻き込まれないで、じゃあ俺無所属で行くわって言った乙武さんは面白いなと思ってるんですよ。で、無所属で行くと受からない確率結構高いんですよね。東京都でまあいろいろあの有名な方々出てくると思うので。なので、あの、政治家になれなかったとしてもこうする方が正しいよねっていうところで選んだので、乙武さん面白いなと思ってるっていうのをはい説明しました。はかみます。すいません。 ただ、あの、音武さんなんだかんだ言って金持ってるので、あの、落ちても何度も何度も挑戦し続けると思うんですよね。なので、あの、いつか必ず政治家になると思うんで知らない限り、あの、コビ売る人は媚び売っといた方がいいですよ。はい。<laughs> 要は、あの、無所属で人気のない時に媚び売っとくと、政治家になった後に、あの、なんか昔から応援してくれた人ってなるじゃないですか。 で、あの人は、あの、ウィキグやっぱあの、その、毎年毎年なんか、あの、5体不満足、1本大満足っていう本で、めっちゃ印税入り続けて儲かってるんで、なので、えっと、300万か400万かなあの、選挙に出るための費用。まあ、そんなもん別にあの、毎年毎年ザラに出せるんで、で、なんかあの、国立競技場で俺100メートル歩くわっていうと、なんか500万円とかがボンボン湧いてくるみたいな。そういう人なんで、多分あの、いつか必ず政治家になると思うんで、なので、あの、応援する人は今の調印しといた方がいいんじゃないかなと思います。はい。 え、ヒルクさん、こんばんは。最近お仕事やプライベートで日本のホテルやいるから利用されましたかされません、えー。昔の思い出でもいいのでおすすめホテルとか教えてください。えっと、コロナ禍の時に、あの、お台場のヒルトンホテルに泊まったんですけど、で、お台場のヒルトンホテルの横にショッピングセンターがあるので、あ、ここ便利じゃんと思ったんですけど、コロナ禍だったから、あの、そこを閉鎖されていて、あの、全く何も買えなかったっていう。なので、あの、なかなか面倒だったっていう記憶があります。 えー、優柔不断で何を選ぶにもものすごい時間がかかります直感なんて本当は来ませんどうすれば早くいろいろなことを決めるようになりますかえっとサイコロを古くせをつけてください結局あの自分がいろいろ考えて決めるということができないのであれば1分以内に決まらなかったらサイコロで決めるっていうルールにしてはい1分経ちましたじゃあサイコロっていう風にするとサイコロに決めてもらえるんじゃないかなと思います えー、自分は保育所で保育所。あ、えっ、ー、とですね。あの、選択をするって、その、自分がめちゃくちゃ頭がいいた。多くの人って、あの、自分が頭がいいとか、正しい判断ができると、誤解を知るんですよ。でも、大体の人間の判断って間違ってるんですよ。で、あの、一生懸命頭を使って判断するのと、何も考えないで適当に選んだので、どっちがうまくいくかっていうので、あの、まあ、例えばじゃあ、 株って何を買った方が得するかっていうのって、多分株を買ってる人ってみんな頭を使ってるんですよ。みんな頭使って情報調べて、この株を買おうっていうので買って、で、上がったり下がったりっていうんじゃないんですけど、で、そのじゃあ株の専門家っていう人ってもう四六時中株とか会社の情報を調べて、で、この株買ったら儲かるっていうのをやるんですけど、あの、ぶっちゃけそのアクティブファンドと言われる専門家が一生懸命株を買っているファンドと、あの、何も考えないでひたすら薄く広く 買ううファンドの方で長期的にどっっちが得するかっていうと何も考えないで薄く広く買ってる方が得をするっていうことがあるんですよね。あの、めちゃめちゃ優秀な人がやってるめちゃめちゃ優秀なファンドっていうのもたまにあるんですけど、基本的には人が頭を使うファンドっていうのは何も考えないのに勝てないんですよ。 なので、あの人間が一生懸命考えて努力をして結果が出せると思い込んでるのより何も考えてない方が実は結果がいいことって結構あったりするのでなのでその優柔不断な人が一生懸命考えるぐらいだったらもう何も考えないでサイコロの目に従うっていう方が実は結果としてうまくいくことが多いんですよ。ね、要はなんで悩むかっていうと自分がいつも正しい判断ができているという自信があれば悩む必要ないんですよ。 あ俺これ前こういうのやって成功したからこれいける。で、次だったらこの情報だったらこっちのまた正からいけるっていうので、で、なぜ悩むかっていうと、自分の判断に自信がないし、自分が選んだきた今までの結果っていうのがあまりよろしくない結果になってるんですよ。ということは、あなたの判断力っていうのはサイコロ以下です。 要は、間違った選択をあえて選ぶ頭の悪さをお持ちなので、その頭の悪い人が、その頭の悪い情報を集めをして、頭の悪い選択肢を選ぶぐらいだったら、何も調べないでサイコロ振った方が、実はいい成果になる場合があるので、なのでサイコロを使うといいんじゃないかなと思います。はい えー、少子化対策等ではなく大学リストラ等なのです。で、清木さんの言うとおり、地方でちまちまやってもどうでの効果があるか、しかもばらまいた金や大学や、えー、受験参考に流れることにも変わりません。ありません。そもそも少子化対策だの、大学無償化だの、それ自体も、潰れかかった大学の延命策に過ぎず、そういう下心を書いてくるから、少子化対策自体が支持されなくなるのでは、くれぐれ大学を通じて、決済を導入しなくても少子化改善します。ビッグダディの原点に戻る武器です。これ、だからで始まってるんで、前のやつがちょっと分かんないんですけど、あの僕、その大学無償化は賛成なんですけど、大学に税金 を入れるのは反対なんですよなので僕大学の学の費クーポン制にすするるべきだと思ってるんですよね要はその大学無償化ってなると無料だからじゃあその芸能人が先生にいますとかうちの大学にはプールがありますとかでなんかあのクラブがありますとかっていうのにしてその勉強するためじゃないところで魅力を作ることで生徒を集めるっていうのをやりだしちゃうんですよ。 もしくは、あの、なんか外国人を一生懸命集めると税金がもらえるから、なんかやたら外国人の獣医さんを増やす大学みたいなのが増えちゃうんですよね。なので、その、大学を無償化にするのではなくて、大学行きたいです。で、センター試験で一定以上の得点を取りましたっていう人の学費を代わりに国が払うっていう仕組みの方がいいと思うんですよね。なので、その、まずそのセンター試験である程度以上の点数取れない人って、勉強する気がないんですよ。 その要は、大学って高等教育の場所で、あの、勉強する気のある人が行くことによって、税金突っ込んで、優秀な人増やそうっていう話なので、まず一定のす、あの、点数が取れない人は、大学に行きたいのであれば、自腹でどうぞ。別に大学行けないわけじゃないですよ。あの、そこで、その国が税金として補助する必要はないよね。だって、勉強する気ないんだもん。 なので、勉強する気があるんだったら、ま、選択試験である程度の点数を取ってくださいと。で、ある程度の点数を取った人が、じゃあ自分はどこの大学に行きたいかって決めて、じゃあそれが明治大学ですっていうのだったら、じゃあ明治大学の学級を国が出しますよ。で、帝京大学ですっていうのだったら、帝京大学の学級を国が出しますよっていう形で、その、生徒がある程度勉強した生徒が行きたいと思う大学に関して授業料を補助するっていう形でいくと、その、レジャー大学だったりとか、その、ま、大学に通ったとしては別に就職に何のメリットもありませんよとか、 別になんかあのそこに行くことによって何かそのなんか自分にとって何かいいことがあるとかっていうのが全くないっていう大学は潰れていくことになるので、なので大学無償化は賛成なんですけど、その大学に金を突っ込むんじゃなくて、生徒のクーポン制っていうのにした方がいいんじゃないかなと思ってます。 えっと、あ、これまだ続いてるんだ。えー、さてお願いですが、大学リストラ等の思想はできたもの、まだ拡散の段階でつまずいており、さらに支援者を集めるとやることもいくらでもあり、そういう方面には疎いので、授業お願いします。ちなみに大学リストラ等宣言には独自のベーシックインカム論もあります。るくさん向けに無償効果しております。詳細は各期、少子化問題こそ情報自治体に挙げるので、の憲法改正してでもやるべきで、えっ、ー、と、別に少子化対策、憲法改正は必要ないです。あの、政府がどういう予算を使うかというだけで、別にあの、憲法にその制限があるわけではないので。 え、以前、ひろきさんはシャンのユリスイスアクセスはいらないと言ってましたが、今回冒頭で入れてるかどうかと言ってましたが、どちらかと言ったでしょうかえっ、ー、と、僕はあの、Windows Defender っていう Windows デフォルトのソフトを使ってるので、あの、それで十分だと思ってるので、特にあの、市販のものを買う必要はないと思ってるんですけど、あの、 えっと、すごく気にする人であれば市販のものを買った方がいいかもしれません。僕はある程度自営はできるのとおかしなことやらないので、Windows Defender でも何の問題もないと思ってるんですけど、あの、おかしなことをやる頭の悪い人向けにガッチガチなセキュリティソフトってあるんですよ。要はあの、その、ネット上にあるソフトを あの、いやいや、こんな悪意満々なやつ、普通クリックして保存して実行しないでしょ、みたいなやつも、OK、OKOK、OK、って実行しちゃうバカがいるんですけど、そういう人向けのあの、そのセキュリティソフトってあるんですよ。なので、あの、そういう人向けだと多分 Windows Defender でも、あの、ブロックできないんですよ。だって、本人がもうその、インストールしたいって言ってる以上、Windows としても止めようがないじゃん。 っていうのがあって、ただ、ガッチガチ系セキュリティソフトだと、その、本人が OK って言っててもインストールできないみたいなタイプのもあるので、なので、もしその、本当にその、セキュリティリスクとかがわかんない、頭の悪い人であれば、その、ガッチガチのセキュリティのソフトの方がいいのかもしれないな、とは思いません。はい えー、ウェブアナリスト職、高卒、資格学校、ウェブディレクター、ウェブ解析士に、水曜検定、業務付けて、HTML、PHP、ウェブディレクター、マーケターアナリスト、年収400万35歳女です。1年以内に現職に転職したのですが、3ヶ月前に上司が退職し、大学できる人がいなく、自分の業務が中村になる現職であったというイメージが持てて、転職を考えています。こんな家で一問出ずに転職する人間を採用した企業はありますか統計学と Python 学習中です。えー、っとですね。まず、あなたがやるべきことは、上司がいなくなったので、出世すべきです。 <laughs> 要は、上司がいなくなったということは、その上司の枠に入るっていうのを考えるべきで、その、 あの、部下として働き続けるっていう感覚を20代でやってるのはんですけど、もう30を超えたんだったら管理職になるっていうのをどこかで意識した方がいいと思います。で、業務スキルに書いてあるものがちゃんと使えるのであれば、それはその部下に教えてきちんと金稼ぎも教えられるということだと思うので、なので、上司がいなくなったから転職す,転職するのではなく、上司がいなくなったってことは、あ、そこの場所浮いてるんだから出世するチャンスじゃんって考えてください。なのでその上司の上の人に、 上司がいないと、さすがに業務が回らなくなって中ブラになっちゃったので、じゃあそこの業務の責任者にしてください。そのなんか課長にしてくださいじゃなくて、業務の責任者っていう形にしてくださいって言って、自分で仕事を回すっていう訓練をしてみるといいんじゃないかなと思います。で、失敗したら転職してください。 えー、自分の事業が成功した20代です。いわゆる投げ気になったのですが、ブランド物の,のような高いものにあまり興味がなく、5万円のアップルウォッチをすると3ヶ月くらい買う金がんでいます。金持ちになって贅,贅沢したいというような大衆の思想だと思うんですが、えー、むしろいかに安く生活するのか考えるのが結構大事です。先日は東京に行った時にネカフェハックして楽しかったです。自分は変人ですか資以外で何か良いお金の使い道をておいてください。 えっと、知り合いが Apple Watch が割と便利だって言ってて、ただ僕 Apple Watch 未だに買ってないんですよね。で、仮に時計を買うんだとすると、Apple Watch か、まあめちゃめちゃ高い時計のどっちかだと思ってるんですけど、っていうので結局その Apple Watch もめちゃめちゃ高い時計も両方買わないという結論になったので、 多分あの、金持ちだけど金使わない対決とかすると僕のが上だと思います。はい。いやまあアプローチ変えてきゃ変えばいいと思うんですけど、なんか別にアプローチなくても困らんよね。だって今まで困ってなかったしっていうのがあるので、なので別にあの、普通なんじゃないかなと思いますけど、なので僕その、あの飛行機とか乗るときもラウンジに行ったらあの割とい、あの食べ物盗んだりとかしてるので、 で、あの、なんか、枕が足りないと枕盗んだりとかしてるので。なので、あの、別になんかネカフェ履く楽しいとか言われても、別に寝,寝カフェで止まらなくてもよくねって思ってたりするんで、はい、割と、あの、夜って歩きやすいので、あの、まあ、12時ぐらいに終電終わるんですけど、日本の場合って5時ぐらいからシャツを動くんですよ。そうすると、5時間どう時間を潰すかっていうので、で、あの、そしゃけとかやってると、結構3時間ぐらい潰れるじゃないですか。 で、あの、コンビニとかで雑誌読んでると、だいたい30分とか1時間とか潰れるんですよね。で、一つのコンビニで時間潰すと、なんかの、そのなんかバイトの店員さんに悪いなと思うんであれば、そう30分立ち読みして、で、次のコンビニで30分立ち読みしてとかやってると、結構時間って潰れるんですよね。あと、あの、まあ、その、血のりがないとわかんないかもしれないですけど、あの、洗濯屋さんってあるじゃないですか。あの、洗濯機があって、乾燥機があってみたいな、 あの、ランドリーみたいなのがあ、ああいうところって、あのね、ジャンプとか本とか置いてあることが多いんですよ。要はその、あの、暇つぶしに本読んだ人が置き,置きっぱなしっていうのがあってで、ランドリー、コインランドリーってだい大体24時間とか空いてるので、で、あの、ドア閉められたりするので、割と暖かい環境で、あの、漫画とか読み放題だったりするんですよ。で、誰も来ないですよね、夜中って。なので、あの、近所のコインランドリーとか、あの、もし知ってるんだったら、行ってみるといいんじゃないかなと思います。 私28歳、女、格好、福祉年収400万、彼44、諸婚19、罰1、子供3人、3人とも自立、格好、大型運転手、中距離年収500万。えー、じ、えっ、ー、と、義理の実家とも仲もとても良好で、8年付き合い、来年席を入れる予定です。私は一人っ子で子供らしい、父に孫を見せてあげたいという気持ちが強いんですが、彼は子育て経験あるためか、子育てよりも寄生を楽しみたいと発言にかれます。このようは私が折れるしかなんでしょうかそれか説得できるこありますか有力さんご意見を伺いたいです。あと、コンドームに穴開ければいいんじゃないですか 別に説得する必要なくて、子供できちゃえば、できちゃったって言って埋めばいいだけなんで、はい。え竹井壮さんでも勝てないという最強の人間、室伏工事、ひろきさんなら誰と誰を掛け合わせで、過去結婚させて、次の室伏工事を作るか妄想してください。過去無理家の遺伝子は使わずお願いします。PS、ース竹井壮さんのひろきさんの立ち方は、画配信中に背後から忍びをくび寄って倒すう、戦法だそうです。今日のてなので手ごわいと思われてません、ね。 えっと、あの、室伏孝二の DNA は人間よりマウンテンゴイラに近いって話を前にしたことがあると思うので、多分人間を組み合わせたとしても、室伏孝二に対抗するのはかなり難しいと思うんですよね。なので、もし勝てるとしたら遠距離戦なんで、大谷翔平かダルビッシュ言うじゃないですかね。なので、その、すげえ遠くから、あの、石投げて、で、走って逃げれるっていう。 要は、その、室伏工事より足が遅いと、多分殺されるんですよ。その、要するに、あの、石一発ぐらいじゃ室伏工事は死なないので、そうすると、その、あの、石投げた後に室伏工事がバーって来て、あの、こう、首とかねじ切られると終わるので、室伏工事より足が速く、で、それなりに、あの、きちんとコントロールが良く石が投げれるっていう状態になると、多分野球選手だと思うんですよね。あの、やり投げの選手とかって、あの、足そんなに速くないんですよ。 で、あの、大谷さんとか全然走れるし、あの、ガルビスさんとか走れるので、で野球選手系の DNA で何とかする方向じゃないかな、と思いますで、ボルトとか足速いんですけど、多分ね、球ちゃんと投げられないんですよ。で、ある程度、ちゃんと弱点を練らないと、あの、室市工事、石当たったぐらいじゃ死なないんですよ。なので、その目だったりとか、頭だったりとか、その、あの、膝だったりとか、その、本当にダメージが当たるところに的確に石を当てないと、 ダメージ蓄積しないですよね。で、蓄積したダメージの結果、そのちょっとずつ、物内工事が動けなくなって、で、近づかずに最後まで石投げて殺すっていうのができるぐらいの、その、すいません、あの、工事やってます、上の階段。すいません。<laughs> あのが、ガリガリ言ってると、うちの、あの、上の部屋工事してます。あの、うちのアパート、どこかの家が必ず工事してるんですよね。<laughs> ほんとすいません。 あの、前にその、向かい、アパートの向かいの家が、あの、工事をして、で、工事をした後に、そのなんか不動産屋のサイトになんかあの、こんな感じの家だよっていうのが、あの、載ってて、えこんな感じなんだって言って、んで、それが売れて、売れた後に住む人が、もう一回またリフォームの工事してるんですよ。で、そのリフォームの工事したんだけど、住んでないんですよね。あの、工事終わったんだけど、あの、全然電気つかないんですよ。 で、多分ね、あれも売るんだと思うんですよ。で、売るときに多分ね、また売る用の工事やるんですよ。あの、要はその、売る用の工事と住む用の工事って違うんですよ。あの、売る用の工事って部屋ができるだけ広く見えた方がいいので、あの、火災道具を減らして、で、あの、二つの部屋をなんか壁ぶち抜いて一つの部屋にできるんだったら、一つの部屋にして広く見せた方が売りやすいんですよ。 っていうので、あの、ぶち抜いて広めの部屋にして、売る用の工事をして、でも買った人って、いやいや、ここでも区切ったとか、あの、なんか寝室こう壁やった方がいいよねとかで、あの、壁を作ったりするんですよ。で、壁を作る工事をやって、でも結局住まなくて、多分そのうちまた売りに出ると思うんですけど、その時にまた壁ぶち抜く工事をやるんですよ。っていうのをなんかあのね、こう、アパート中でいつもいつも、いつもやってるんですよ。どっかの部屋がやってるんで、だいたいうるさいです、うちはい。すいません。 えっと、経済のイノベーションにおける私の考えですが、例えば製造業のトヨタ等は将来的にはソフトウェア産業との区分のウェイトが高い方が利益率が高いのではないでしょうか。えー、家計の動向分析、確保、観光政策をするとも、えー、どの道路がよく使われているかの消却率をデータ化それを国交省の売却、現在壊れて直す政治ご処理ですが、事前に把握できていれば政府の買っトだあとはデータ商品として特許化以上、私の考え方は成長の上昇に貢献可能でしょうか。えっ、ー、と、言ってることはものすごく正しいと思うんですけど、日本政府は成長、経済成長させたいと思っていないです。 要するにその、あの、今の話を突き詰めると、あの、コンパクトシティ化っていうやつで、その、地方っていうのは人が少ない村とか全部潰しちゃって、じゃあある程度の中核都市にみんな集まった方が効率いいよねっていうのは、その経済成長においては正しいんですよ。 でもじゃあなぜそれが続かないかっていうと、あの、一人一人有権者の票をどうやって集めるかっていうのを考えると、コンパクトシティに人を集めちゃうと、誰に投票してもいいじゃんってなるんですけど、その、過疎の村だけど、そこに道路を引きますとか、そこにインフラを通しますって言ってる政治家がいるんだったら、その人たちにその村の人って全員投票するんですよ。 要はその、この村潰そうぜって言ってる人と、あの、この村になんとか電柱立てますって言ってる人どっちに投票しますかって言ったら、村に投票する人の方が多いじゃないですか。うるさいな。すいません。はい。なので、その、田舎のインフラで使われないんだったら、使われないものほど維持した方がいいって考える政治家の方が当選しやすいんですよ。なので、コンパクトシティ化っていうのが進まないのはそういう理由なので、なので言ってることは正しいんですけど、日本では売れないんじゃないかなと思います。はい。 あの言ってることが正しいとうまくいくかどうかって別のことなんですよね、えー。私は日本における夫婦の性の決め方について関心があり、Twitter でアンケートを取っています。あるがわかったいことに想定よりも多くの方からかといただけたのですが、この先 Twitter との、ね、SNS を利用されていない方からもご回答いただいた場合におすすめのや方法はありますか、えー、家族やリアルの友人、知人に依頼するので、できれば避けいと考えています。もっちよい方法があればワイドバイスよろしくお願いします。えっと、まず何のためにやってるのかによるんですけど、 あの、その、知り合いとか含めて、その、おすすめがどうこうみたいにやっちゃうと、そのデータに偏りが出ちゃうんですよね。あの、答えた人数が多いから、そのアンケートが正しいというわけではないんですよ。例えば、あの、ま、その、ネットで、と、そのなんか、あの、アンケート取りましたってよくあるんですけど、じゃあネットで4000人のとアンケート取りましたっていうのって、ネットを使う人に、で、さらにじゃあ t w i t とか、あとネットでツイッターを使う人から4000人集めたので、 Twitter をやらない人の意見って一切入らないんですよ。なので、あの、なんか自己満足で別にそのなんかアンケートの人数増やしたいんだったら、まあ好きにすればいいと思うんですけど、あの、お金払うとかであれば全然増えるので。ただそうじゃない形で本当にその実質的なデータを取りたいのであれば、そこであの、なんかどうやって増やすかとかではなく、無作為な形で、その、あの、バイアスのないデータっていうのをどうやって集めるかっていうところで考えた方がいいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんは今後どうなりたいんですか ええと、特になんか、これやりたいとかあんまないですよね。よく聞かれるんですけど、毎日すごく楽しいので、このままの日が、日々が続くといいんじゃないかなと思ってますさい。えー、以前お見合いが少なくなったことが、引きこもりの原因になったのでは、と、えー、子供を通り場や交通事故から守る権のスペシャルをした、えー、保育園にネットランチャーや催涙ガスを寄付しているものです。世界5分前に作られたお話ですが、一つのことがに対する複数人の認識のずれで覆せないでしょうか えー、例えば子供が記憶のがない1、2歳の出来事を5歳の時に親からこんなことがあったんだよと教えられて、さらにその時の動画をスマホで見せられて、その子供は初めてその出来事を知るみたいな。えっ、ー、と、なんだっけね、マンデラ仮説っていうあの仮説があって、あの、ネルソン・マンデラさんっていう、あの、ノーベル賞、ノーベル賞だよね、ノーベル平和賞をもらった南アフリカの政治家の人がいるんですけど、 あの、ネルソン・マンデラって刑務所で死んだよねって言ってる人が、南アフリカでかなりの人数いるんですよ。で、あの、南アフリカ以外でも、ああ、の、ネルソン・マンデラね、なんかあの、こう、戦ったけど刑務所で死んだ人、みたいな、あの、ネルセン・マンデラ死んだ説を信じてる人が異常に多くて、で、それが、マンデラ仮説とかマンデラエフェクトって言われるんですけど、で、実際マンデラさんは別に刑務所で死んでないんですよ。あの、その後あの、刑務所から出てきて、あの、普通に政治家になったんですけど、っていう感じで、割とあの、 みんなが思い込んでたことが事実ではないってよくあることなんですよ。なので、あの、こんなことがあったんだよっていうふうに語ってるというのが、事実であるかというとそうではなくて、あの、みんながみんな、そう、多数派が間違えて思い込んでることって結構あったりするので、のでそれが事実であるっていうのは、みんながそう思ってるんだから、それが真実であるっていうことはそうでもなくて、みんなが思ってたとしてもそれが真実ではないっていうことはよくありますよと。はい。 え、魚の養殖をするならどんな魚が良いと思いますかマグロ、なぜなら高いから。えー、あと一番好きな IPA ビール何ですか一番好きとかないですよね。僕、味はあんま覚えてないんで、大体どのビール飲んでも美味しいなと思って飲んでます。すいません。答えにならなくて。えー、10ヶ月ほど飼ってた猫を12月1日に知り合いにあげることになってしまいました。なのであげるのをやめてほしいと言ったのですが、相手のことを信用していないや、病気した時のお金かかるや、ペット不可能アパートに住んでるからダメなのと言われて、えー、ガチギレされました。 え、あげると言ったのは私本人なんですが、厳密に言うと、おばあちゃんに反強制的に言わされました。どうしたらあげるのを阻止できますかあげなきゃいいんじゃないのえっと、あなたがあげなければいいだけです。はい。あの、要は、その理由を言って、あの、やめてほしいとかじゃなくて、あげませんって言って、あの、申告すれば終わりです。はい。いや、その、あの、理由があって、こうしたいとかじゃなくて、あの、理由とかないです。あげません。以上です。っていうのでいいと思います。はい。 えー、大手食品メーカーの研究職をしている30代女性です。食品の研究、あ、えっ、ー、とね、あの、もしその、あの、おばあちゃんに家賃を出してもらっててとか、お子さんで、その親の言うことが、あの、その親の言うことに従わないといけないとかであれば、あの、その子供がいないんだったら手首切るわって言って、その場で一回手首切ってください。 あの、その、カミとかで手首切って、あの、ここにピャーって線はつくんですけど、あの、それぐらいじゃ人は死なないんですよ。ただ、目の前で手首切られたら、あ、それだったら猫飼ってた方がいいわって普通の人思うので、どうなのそれぐらい脅すといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、それで、あの、別にあの、切らなくても、あの、じゃあ飼っていいよってなるんだったら、あの、別切らなくていいんですけど、もしそれでもあの、か、かわす、なんかあげるって言うんだったら、もう手首バーンって目の前で切ると、あの、普通の人間であれば、あ、これあげちゃまずいなってなると思います。はい。 大手食品、あの、肘切っちゃダメですよ、手首ですよ、手首。<laughs> あの、自殺でよく手首を切るシーンってあるんですけど、あの、手首切ってくれちゃ人死なないんですよ、はい <laughs>、えー。大手食品メーカーの研究職をしている30代女性です、えー。食品経験はマイナーチェンジばっかりで、競合を比較しても消費者には識別できないくらいの差しか作れず、新しいものを作っても結局高校期どれだけかけるかの勝負になってしまいます。食品のようなローテク産業の研究職の将来についてアドバイスをお願いします。 えっと、多分その研究職の問題というよりは、あの、上の人のその商品を、これを商品化しようって判断する人の覚悟の問題だと思うんですよね。要はその、どれぐらい目立つかっていうので、めちゃめちゃまずいとか、 あの、どう見ても食い物に見えないとかっていうのが、あ、面白いじゃん、それ出してみようぜ、みたいな発想力があるところだとうまくいくと思うんですけど、なんでその研究職としてどうするかっていうより、多分その商品化の決定権を持ってる人が、どれぐらいおかしなことが許容できるかってことだと思います。<laughs> えー、コメントで、え、先に言ってよ、肘切っちゃった。あの、切ったぐらいなら大丈夫です。あの、動脈まで、あの、歯を入れるのは結構難しいん、ね、で。 えー、YouTube 配信の冒頭で音声が回ってる、回ってないというくだりは以前よくやっていらっしゃったと思いますが、最近は見られなくなってしまったかわしです。音声がループしている人の声が子供する中、あたふた対応するお姿がすかしかったのでぜひ見たみたいです。やらせでもいいのでお願いします。あれ、結局ね、原因がわかんないんですよ。なんか、あの、なんか突然起きなくなっちゃって、あれ、なんで起きないんだろうと思いつつ起きないからまあいいやっていうので、その、な,あのなんで、なぜ起きたのかもわからないし、なぜ解決したのかもわからないんで、あの、再現が難しいんですよね。 えー、ボキ1級プラス統育800か、ボキ2級プラス USCPA どっちがいいですかえっと、USCPA が取れたらもう英語喋れるっていう一応もう確定になってると思うので、で、そうするとあの日本の企業だけじゃなくて海外の企業にも行ける可能性があるので、僕だったら USCPA の方がいいんじゃないかなと思います。えー、自宅のテレビを24時間つけっぱなしにして、ひるきさんの過去の YouTube 配信を常に流してます。そして通勤中の車の中でひるきさんの切り抜き動画を流してます。私は頭おかしいですかはい、おかしいです。あの、もっと面白いものあるので映画とか見た方がいいですよ。 えー、米山さんとの喧嘩を解説して説明すると長くなるかもしれないんで一応か,かいつまんで話をするとも、えっともと僕がツイッターで「ヒトラーを想起させるのが欧州では法に触れるのか」を日本人同士でお気持ちを議論しているようなのでフランスのニュースを置いておきますね。 っていうので、あの、2021年にヒルトラーに申したマクロン大統領の名を出した人が有罪で130万円の罰金になってますっていうのと、フランスのニュースサイトの URL を置いたんですよ。で、あの、じゃあ僕は何が言いたかったのかっていうと、その、外国の法とか、外国がどうなのっていうのを、日本人同士で話をして、 結論を決めるのって不可能だよねっていう話をしたかったんですよ。もちろん、あの、その、日本人だけどフランスの弁護士ですとか、日本人だけどドイツの弁護士ですっていう人が出てきて、その、フランスの方はこうだよ、ドイツの方はこうだよっていう話をするんですけど、あの、フランスの方もドイツの方もわからんっていう日本人同士で、なんかあの、欧州はこうなんだって決めつけるのが、いやいや、それ無理でしょっていう話なんですよ。 ところが、どっこい、なんかその、日本の弁護士資格を持ってるけど、フランス語は読めない人が、なんか、フランスの法律はこうなんだって言い出して、で、一応じゃあ、判決文読んだんですから読んでませんみたいな。<laughs> で、いやいや、それなんで断言できるのっていう話がずっと続いてるっていう、そういうやつです。はい、えっと、自宅のテレビのやつ。保険の法人営業しています。新規テレアポが苦手です。どういう話し方をすれば聞きたいと思ってもらえるでしょうか えっと、あの、できるだけ長く話をするといいです。あの、何かを売りたいっていう素振りもせずに、ひたすら長く話をするだけで十分です。あの、基本的には、電話営業で物買うようなやつはバカなんですよ。で、あの、バカなやつにしか売れないと思ってくださいあ。いや、結局その、本当に賢い担当者であれば、あいみつ取られちゃうんで、そうするとあの、テレアポをしたかどうかとかではなく、じゃあ保険が必要だよね。じゃあああいみつを取りました。一番安いところに発注しますっていうので決まっちゃうので、テレアポで取るの難しいんですよ。 なので、いかにバカを見つけるかっていうのがテレパを大事なんですよね。なので、あの、ひたすら長く話をしたときに、あ、すいません、忙しいんでこの辺でって切られる人はもう優秀なんでさっさと来ちゃっていいです。で、どうでもいい雑談をし続けて乗ってくるやつって暇でバカなんで、どうでもいい話をし続けてください。で、あの、なんで会社の営業時間中に電話をかけてきて、暇などうでもいい話のができるかっていうと、その人、会社の中でも話しかけてくる人もいないし、仕事もそんなにないんですよ。 なので、自分の話を聞いてくれたり、評価してくれる人がいないっていうところで、そのなんか、あの、心の中でこう、誰か僕を承認してっていう状況になっていると思うので、話をしていくうちに、その、これだけずっと話をしてるくれるあなたに対して何かを返さなければいけないっていう気分にだんだんなってくるんですよ。 で、その担当者が保険の契約ができる担当であれば、じゃあ、俺の権力を使ってお前を幸せにしてやるよっていう、要は自分の幸せのために、あの、相手、要はあなたが幸せになるってことは、俺の自分が権力があるからできると。なので、それを認める俺かっこいいっていう承認欲求を満たせることになるんですよね、無能の人の。なので、できるだけ話をして、物を買ってください、保険を買ってくださいって言わない。 ただ雑談し続ける。なぜならあなたの話が面白いからって言って引っ張っていくと、勝手に、あの、そういえばこれ何の電話なのとかって相手側が、そう何かし、あの、あなたに対してしなきゃいけないんじゃないのって罪悪感を持ったりするので、なのであの、いかに馬鹿を見つけるかっていうのと、いかに話を長くするのかで頑張ってみてください。 えー、グーグルが提唱した心理的安全性という論文ごとでしょうか簡単に言うとメンバー同士をお互いに肯定的に褒め合うチームと、ネガティブに提唱するチームのでは、全社の方が圧倒的にパフォーマンスが向上するという結果が出たという内容だそうです。これについて日本社会一つの組織について当てめると、ネガケッのス世代にチャンネルという存在は日本社会に割とは大きな影響を及ばしていたのではないかと思うんですが、緑3点はどう思いますかえっと、まず、あの、誤解があるのが、グーグルには優秀な社員しかいないという前提からですよ。なので、その、グーグルに入ってる人が、 じゃあ、そのポジティブに褒め合ってやりました。うまくいきました。で、じゃあ、例えば日本社会っていう死んだ魚のをしてる性格の悪いデブの無能なおっさんとかがいるところに、じゃあ、そのデブの無能なおっさん5人集めて、その頑張ればジャニーズになれるよって一生懸命褒め合って頑張ったとしても、ジャニーズ事務所に入れることはないし、アイドルとして売れることもないじゃないですか。なので、優秀な人が集まった時に、どういう形で物を詰めた方がいいかって話と、無能がいる時に、 その無能を褒めても何も出てこないっていう別の問題が今ごっちゃになってるんですよ。なので、その日本社会みたいな有能な人も無能な人もいるときにその理論っていうのを当てはめると、無能な人に褒めるっていう無駄なことに対してリソースを使うことになるので、それだったら優秀な人だけ集めた方がいいよねっていうことになるので、残念ながらあの日本社会にこの論文が当てはまることはないんじゃないかなと思います。えー、話し方について、成田先生は気合わどい質問をするときに最初に言葉の音を一回言ってから質問します。 るるさんもたままにやると思いますががどのような効果があるんですか言葉の音って何えー、質問に答えるときやっているようです。かっこ成田さんと番組やってる話。えー、徳永アナウンサーも成田さんに質問するときも同じ手法を使ってました。言葉の音って何ですかコ,コメントも <laughs>、あの、期待していいですか言葉の音が何なのかちょっと僕わかんなかったんで。大昔ってことあ、え その、なんか、あの、インドはアジアにありますかっていう質問に対して、えっと、インドはアジアにおりますかという質問ですけど、みたいに返すってこと言葉の音って何だよ言葉の音。ま、前頭の音音え、何ごめんなさい。ちょっと、あの、意味がわかんないです。はい。言葉の音って書いてほしい。えーとかって、あ、その、a、えー、とかた、その、んーとーとかっていう、その、あの、前置きのやつですかってこと あ、えっと、その、まあ、今僕、えっとって言ったんですけど、例えば、えっとみたいなことを言うと、この人はえっとって言ったから話し始めるんだなっていうきっかけになって、周りの人が黙って出し始めるっていうのをやるってことですかね。っていうことまあ、あの、それは大勢の人が話してるときに、その話を出すと、あの、あ、この人話すんだなっていうきっかけになって、あの、聞きやすくなるっていう、その、自分が話す時の自分の話すターンの作り方の話なのかな <laughs> あのすみませんあの、これで答えになってればいいんですけど、なってかったら補足をください。えっ、ー、と、SPI 試験ってどの程度参考になると思いますか僕、実は SPI 試験受けたことないんですよね、就職活動したことないので。で、就職活動したことないので、SPI 試験受けたこともないし、あの面接でも SPI 試験をやってもらったことがないので。 なので、どの程度参考になるかは僕はわかんないんですけど、多分、あの、えっ、ー、と、バカを切るのには使えるんですけど、優秀な人を探すのには使えないんじゃないかなと思います。 要はその、あの、ある程度の算数とかできないバカって面接に来てもらっても時間の無駄なので、なので、あの、人を切るためには、いや、さすがに算数できないでったらまずいよねっていうので試験をするってなると思うんですけど、ただ一定のラインを超えてれば、まあ、例えばその、高校卒業していれば多分 SPI の試験それなりにできると思うので、なので、それができてるんだったら、あとは、じゃあその後優秀かどうかっていうのはまた別の話っていうことなんじゃないかなと思いますけど。 えー、2018年、2019年年間400万ずつの黒字。コロナにより2020年、2021年年間200万ずつ赤字の松エクサロンを400万で購入しようと思っています。場所もよく店舗も噛む系です。ジムの手直し箇所は多くあり、そこは改善できるかなと思います。MA の形だと高いと思うんですが、やる気は出ています。この購入は妥当だと思いますか思いません。えっ、ー、と、まず、あの、 赤字が年間200万出てるっていうので、コロナが終わってから買うんだったらいいと思うんですけど、あの、コロナが終わってない段階で買うのはギャンブルだと思うんですよね。なので、僕だったら買わないですけど、まあでも、その、やりたいと思うんだったらいいんじゃないですかやれば。はい。で、まあ、どれぐらいの値段なんですけど、例えば、あの、買うんですけど、営業半年しないっていうので、耐えられるのかどうか。 例えば半年くらいすると、ある程度日本でもそれなりにも、あの、外出ていいよねとかっていう話になると思うんですけど、その、まあフランスとかだと別にもレストランも普通に空いてるし、みんな好きに生活するしっていうので、旅行も好きにどうぞっていう感じなんですよね、ワクチンを打ってると。でも日本の場合ってその、まん延禁止ま、ま、んぼまん延禁、なんかまん延防止措置なんとか法みたいなので、なんか飲み会とかあんまりやらないようにしましょうとか、外出ないようにしましょうってやってるので、 なので、そのなんか、松江君みたいなやつって、人によく会う人が行くと思うんですけど、もうコロナ禍で別にリモートだし、人に会わねえから別にこんなん必要ねえわ。キャバクルとかやったって人来ねえし、みたいなところだと、やっぱり仕事少ないと思うんですよね。なので、そのコロナがどれぐらいで終わるのかっていうので、じゃあ半年で終わるんだったら、半年間は一切雇わないで、その家賃だけ払う状態で我慢して、その後再開できるっていう資金的余裕とかがあるのであれば、手出してもいいかもしれないですけど、ただ半年後に買うとかでもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。 要はその、現段階でコロナがいつ終わるかが見えないんですよ。で、3ヶ月ぐら,ぐらいに終わりそうだなとか、もっと明確になった段階で買うと、家賃3ヶ月分で済むじゃないですか。なので、その、飲食店僕基本的にもうやめた方がいいですよってずっと言ってるんですけど、その、コロナが終わりそうになってから買えばいいと思うんですよ。なんか、いつ、まあ、いつかは終わると。なので、いつかは終わるから買いましたっていうので、あの、去年なんか、金塊強盗だった人が、 なんか焼肉屋さんでなんかあの席数が100店舗ぐらい、100個ぐらいあるなんかお店をなんか渋谷で買って、で焼肉がやるのかと思ったらなんかオープン延期しますって言って、まあ未だにオープンしてないけど、なんか人は雇ってるので人権費を払ってて、 で、なんか、あの、内装を変える工事を2回やるっていう、なんか頭のおかしなんで、あの、焼肉屋さんがあるんですけど、ああいうのが分かりやすい大失敗の例で、もうコロナがだって終わってもいないのに、そんな待機っかけし続けてどうすんだっていう。なので、あの、多分あの、その焼肉屋潰れると思うんですよ。で、あの、多分1年ぐらいで潰れると思うんですけど、で、1年経つと、多分コロナもそれなりに収まってるので、なので、その渋谷にある牛宮城っていう焼肉屋さんが潰れた後に、あの牛宮場を再開しますって言って、焼肉を やると結構儲かるんじゃないかなと僕は思ってますね。えー、私はゾンビものが好きなのですが、ゾンビはなぜ少しかじっただけで次の人間を襲おうとするのですか。お腹が空いてるなら全部食べきってほしいのですか。えっとまあ,あの適当なゾンビものもあるんですけど、割と最初の頃のゾンビものってなぜ人間の脳を食うのかっていうのが一応理論的に説明されていて、あそのゾンビがあの動くためには人間の脳の脳髄の成分が必要であるっていう説明があったんですよ。 なので、ゾンビって、あの、人間の体をかじるんじゃなくて、顔をかじって頭をかじろうとするんですよ。で、それは脳が食べたいからなんですよね。っていう理由があるので、あの、お腹が空いてるから食べるのではなく、脳みそをかじる。そう、脳みそをくれって言って、バタリアンとかもそうですよね。なのが目的なので、なので、あの、人間の肉をか食べたいわけではないので、あの、そこかの分も食べないってことだと思います。 ただもう最近なんかそこら辺のあの人間を襲う理由がないゾンビ映画が多いんですよね。あの、え、そもそもなんでゾンビ人間を襲うのっていうのが何の説明もない映画が多くて、で、そこを逆手に撮った映画でアイアムレジェンドっていうあの僕のおすすめトップ100に入る映画があって、ウィリスミス主演の映画があるんですけど、その、ゾンビが襲ってくると。なので人間としてはゾンビを殺さねばならぬっていうので、あの主人公がバンバンゾンビを殺すんですよ。 要はその、ゾンビは人間を襲ってくるんだから早めに殺さなきゃっていうところするんですけど、実はそれ裏側のゾンビ視点っていうのがあって、ゾンビからすると人間が襲いかかってくるんですよ。いや、俺たち何もしてねえのになんで襲ってくんのみたいな。っていうのがあるから、やり返さなきゃいけないっていうのがあって、やられる前にやれで、ゾンビは人間を襲うっていうのをやるんですよ。 で、結局じゃあ、人間が先に襲ったのか、ゾンビが先に襲ったのか分かんないけど、俺の彼女がさらわれたっていうゾンビが人間に攻撃をするんですよ。俺の彼女を助けるために。そのゾ、ゾンビ、彼女もゾンビなんだけど、そのかゾンビがさらわれたから、そのゾンビを助けるためにゾンビがた戦いを挑むんですよ。人間の、そのさらわれた彼女がいる研究所に。 で、そこでゾンビとしては、その触れた彼女を助けようと頑張るんだけど、主人公である人間であるウィル・スミスは、そのゾンビをなんか、なんか、奪い返そうとしてくるゾンビがいっぱいするか来るから、マジ怖えって言ってぶち殺すっていう映画なんですけど、このストーリーが、アイアム・レジェントって、最後まで触れられてないんですよ。だから、あの、何も考えないで見てる、あの、観客の人って、 あの、単にゾンビが襲ってきて、ウィル・スミスがゾンビを倒して、で、その彼女のゾンビを使って、ゾンビの治療薬を作って、人類が幸せになりそうですよねっていう、その悪いゾンビをウィル・スミスが倒して治療薬を作ったハッピーエンドの映画って見ですあ、娘でしたっけごめんなさい。っていうのがあるんですけど、これが、あの、通常映画版で、ディレクターズカット版のエンディングっていうのがあって、 ディレクターズカット版のエンディングがゾンビ視点で描かれてるんですよ。要はその、ゾンビは、いや、俺ら攻撃されてるじゃんって言って、その女の子を助けようとして、で、あの、俺たちは別にウィル・スミスを殺したいんじゃないんだ。人類を殺したいんじゃないんだ。今、その子を助けたいだけなんだっていうのがちゃんと描かれてるんですよ。っていうのがあって、ゾンビがいいの人間がいいの果たして正義ってどっちなのみたいな話になるっていうのは全然違う話長くてすいません。はい。なので、あの、興味がある人、アイアムレジェンド見てください。はい。 それゾンビ映画って視点がいっぱいあるのが結構多くて、あの、アイルランドかなんかの、キュアっていうゾンビ映画があって、あの、ま、普通ゾンビって、そのまあ,あの、ゾンビになって終わりなんですけど、そのキュアっていう映画が、ゾンビになった後、人間に戻るっていう設定のあるゾンビ映画なんですよ。で、ゾンビが、あの、おかげで人間に戻りました。ありがとうございますってなるんだけど、お前、俺のお母さん殺したよなっていう被害者が出てくるんですよ。 もちろん本人としてはゾンビの時は、あの自分のそのコントロールが効かないので、殺しちゃうんだけど、でも、お前俺のお母さん殺しといて何人間ずらして、トラったら生活してんのみたいに、いや、めちゃめちゃムカつくわけですよ。っていうので、その元人間、あ、元ゾンビの人間っていうのと、そのゾンビに殺された人間っていうので、そのゾンビ映画というよりは、その人間社会から見た場合にどうなのっていう視点の映画で割と面白いので興味がある人。あ、すいません。もういいです。ゾンビって。はい、すいません。はい。 え、27歳看護師5年目です。手術室を3年で辞め、別な病院で働き、間もなく2年が経ちます。さっきありがたいことに聴覚試験の話が上がりましたが、明らかにゼロ不作だと感じてます。しかし遅かれ早かれ出世させようとしていたことが判明し、それなら早く出世させて、結局詰ませようとする上層分で,かかるですあるようです。えー、この聴覚人事を受けるべきで聴覚、はい。あの、まあ、立場が人を作るっていうのはあるんですけど、あと、給料多い方が人生楽ですよ。 あの、一生出世しないぜっていうのであれば、まあ、それはそれで生き方だと思うんですけど、ただ、あの、早めに出世して給料を行った方が人生でもらえる、あの、要は、あの、人生の間に稼ぐ総収入額でいくと、早めに出世して早めに給料が高い方が、あの、大きな金額になると思うので、早めに出世した方がいいんじゃないかなと僕は思いますけど、どうせ出世するんだったら、早い方が得でしょって話で。 え、以前にも2度1000円のスパーチャを送ったのですが、気づいてらっしゃらなかったので、3度目です。これから英語以外の外国語を勉強しようと思っているんですが、ひろゆきさんならアジアの言語かヨーロッパの言語か、どちらを勉強した方がいいと思いますかえっと、僕はまあ一応フランス語をやってるんですけど、あの、フランス語が、えっと、3億人ぐらい喋るんだっけ ま、そのアフリカの元植民地だったところとか、あと、ま、カナダだったりとか、スイスだったりとか、まあ、ヨーロッパで、あの、ベルギーだったりとか、フランス語を喋れる地域っていうのがあったりするので、なので、フランス語が喋れると、それなりに喋れる地域が多いですと。あと、あの、スペイン語が喋れると、メキシコだったりとか、まあ、南米のポルトガル以外のほとんどの地域だったりとか、あと、ま、そのスペインだったりとか、あと、スペイン語はでも、アフリカはそんなにないか。だかスペインと南米か。 のっていうところでまあ使われてるので、人口でいくと確かなんか5億とかするぐらい来るのかな持ってくるのかな ?10 億くらい行くんだっけなのであのスペイン語割と使われてますよっていうのがあったりするので、なのであの使える人数で言ったら僕は外国語としてはヨーロッパの言語の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、ただ単純な人数でいくと中国語の方が人数が多いんですけど、あのマンダリンを覚えられればいいんですけど、そのなんか福建語とかカントニーズとか、 だと、あの、中国のその政府が使う仕事とはまたちょっと違ったりするので、なので、あの、なんかちゃんとバンダリンを覚えるんだったらありなのかもしれないですけど、っていう感じですね。はい。あと、インドネシアも3億人ぐらいいるんですけど、ただインドネシアでしか通じないとと、あと、インドネシアのエリートって大体英語喋れるんですよね。で、まあ、あの、中国も韓国もエリートって大体英語喋れるんで、なので、あの、大体その仕事で行くと、 東南アジアの言語ってやんなくてもみんな英語喋れるんですよ。なので、要はそのエリートなんだけど英語喋れないっていう人ってあんまりいないんですよね。だから台湾とかもあのエリートだと英語喋れるんであんま困んないんですよ。あ、マンダリンってあの北京語と呼ばれるやつでさえ、はい。えっと、そのあの北京語、上海語、福建語、香港、関東、と、かん東語とかっていうので割とあの中国語という括りなんですけど中国でも あの、発音も、その、なんか、字もたまに違うんですけど、まあ、大体発音が違うっていうのがあって、なので、あの、一応その、北京語を覚えないと通じないみ部分があったりするんですよね。はい。あの、マンダリンって、あの、オレンジのことですよね。はい。すいません、英語しくて。はい。えー、今年から TikTok を始めたのですが、先日 TikTok をしている知人から、稼ぎたいからある企業家の SNS コンサルを一緒に受けないと言われ、無料だったのを受けたのですが、最後に有料口座は約100万円で積まれ僕は揺らぐも契約せず、知人は契約してしまいました。僕の判断合ってますか合ってます。 また SNS コンサルを教える人たちは YouTube や TikTok のアルゴリズムはこうだと言ってましたが、そもそも外部の人間がアルゴリズムを知り得ることなどできない、できるのでしょうか不可能です。で、不可能なので、ただ、それが間違っているという証明もできないんですよ。だってアルゴリズムが解明されてない。要は外部からわからないから。なので、外部から知ることはできないよねって言われても、僕は特別なルートでわかることができるんです。 あの、実は内部社員にスパイがいて、とかっていう人が言ってきたアルゴリズムが間違ってるということも証明できないんですよ。ただ、あの、<laughs> なんかまあ、そんな奴がいるんだったら、あの、ね、その、なんか SEO 企業とかも成立しないし、そもそもういたとしたら、じゃあ Google の方がどんどんそのアルゴリズム変えていくよねっていうのがあるので、基本的にはこういうこと言う人は全員詐欺だと思った方がいいと思います。はい。 えー、いつも楽しく会見しています。今さっきたまたま無断欠勤おじさんののぞきあんというただ50代のおじさんの日常生活をライブ配信してるチャンネル見つけたんですが、なんかずっと読みちゃいました。ピンポタも制作動画と同じな原理でしょうかなんか見てられる自分が怖いです。あ、でもなんか他の生き物の日常生活って面白いですよね。あの、最近その同説が高いで有名なのが、 あの、ナミビアのサバンナに置いてあるウェブカメラっていうのがあって、多分ナミビアライブとかで検索されてくるんですけど、常時世界中でなんか5000人とか1万人とか見てるんですけど、そのサバンナにあのオアシス的な水が入るところがあって、で、そこになんかあのいろんな野生動物が来て水飲んだりするんですよね。 で、なんか、たまにゾウとかが来ると、なんか、あの、他のインパラみたいなやつが逃げたみたいな感じで、なんか、ぼーっとしてると、いろんな動物が来れて楽しいっていうので、で、チャット買って、なんか、新しい動物来たぞとかって、なんか、あの、みんなで騒いでたりして、割とね、あれは本当にぼーっと見てるとね、一、時間経ってるので、恐ろしいコンテンツですよ、はい。あれ、日本語で書くと怒られるぞ。英語使ってあげてください。 えー、こんにちは。男性保育士として働いています。今後収入を少しでも減らしたいなと思ってます。そこで機械運動など運動遊びの補助の仕方、点、集団指導の方法などの本が見当たらず、自分が出版したいなと思っています。えー、各小学生向けで指導本をあります。幼児インストラクターの資格などを取り、日々の保育で運動遊びを行い、保護者や職員から良い報告はたくさん出ています。この向標向けで今後準備しといた方が良いことなどありますでしょうか。えっ、ー、と、Twitter でアカウントを作って、で、文字ではなく、イラスト付きで出すようにしてください。 で、そうやると割とあの、その子育てしてる人とかが結構フォローしたりとかで、あの、RT とか増えてきて、で、フォロワーが多分、1万から5万ぐらいになると、多分出版社が声をかけてきて、これ出版しませんかみたいな話になるので、あの、いくらいいものを書いたとしても、あの、出版社がこれ売れそうって思わなければ、あの、出版しましょうって話になったんですよね。なので、あの、フォロワーが多いっていう分かりやすい数字に変えた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、ライブを見始めて半年、当時働いていた会社が安すぎて、商業手当というものを使い、数ヶ月おちでダラダラ。会社都合で辞める話で終わらずだったのですが、土壇場で会社から自己都合だと言われて一問着。えー、がっかりしながらハローが行くと、通常3ヶ月の証券が、医師の診断書のおかげで、なんと300日給付に、もう少しダラダラと過ごせることができるようになりました。<laughs> 感謝のスパです。あ、おめでとうございます。よかったですね。1年近く、あの、ダラダラとお金がもらえるっていう。ある意味、あの、勇敢階級ですよね。 えー、北朝鮮が最近ミサイル撃ちすぎてどんだけ作んねん、作ってんねんと思いますが、日本政府は誠に遺憾のいい一言で済ませています。今の北朝鮮について語っていただけませんかえっ、ー、と、今日の,のアベばんでもちょこっと話になったんですけど、あの、そもそも北朝鮮結構コロナでやばいらしいんですよね。要はその、あの、先進国って北朝鮮にワクチン渡してないじゃないですか。 で、その、あの、他の国、東南アジアとか、アフリカとかも、割とその、あの、まあ、そろそろモデルの余ってきたよね、とか、ジョーソンジョーソンあります、とかっていう感じで、そのワクチンが輸通されてるんですけど、で、中国のシノバックとかっていうワクチンが北朝鮮に行くのかと思ったら、どうやら行ってないっぽいんですよね。まあ、それ僕が調べたらいえないで本当は行ってるのかもしれないですけど、 結局そのあの北朝鮮って一応そのミサイルバンバン撃っちゃってるしそのアメリカから一応なんかこの国は手にしちゃダメだよって言われてるので中国としても表だってその手助けをしたくないとまあむしろ仲良くしたいとは思ってないんだと思うんですけどなのでそのワクチンないっぽいんですよねでまあロシアもそういう感じででまあロシアと中国のワクチンってそんなにあの ワクチン効果ないらしいんですよ。っていうのもあって、北朝鮮なんか、あの、実はコロナ結構流行ってて人バンバン死んでるっていう説があるんですよね。要はあの、コロナが最初にあの始まった頃って、あの、人工呼吸器足りないよねっていうので、その、 あの、ダイソンっていう掃除機の会社とかがなんか人工呼吸器作りましたとかって言って、そこにアメリカがめっちゃお金出して作ったみたいな感じで、その医療機器それ自体が全然ないっていう状態だったんですけど、多分北朝鮮未だにその状態だと思うんですよね。なのであの、バッタバッタと死んでいて、で、その、あの、ま、その農業だったり工業だったりやる人って足りないよねっていう状態で、で、その、 あの、輸出入っていうのも基本的にはあまり受け入れてくれませんっていう状態でお金もない外貨もないから、じゃあ必要な薬品だったり、じゃあその中の、その人工攻撃器とか買いたいと思っても買えないっていう状況なので、なので北朝鮮が持っている技術で今一番高く売れるものって核ミサイルだと思うんですよね。その核ミサイル買いたいです。もしくは持ってるということにしたいですっていう国って結構あるんですよ。 そのアフガニスタンっていう国がアメリカからボッコボコにされて、まあ、最終的にアメリカは負けて帰ったんですけど、とはいえボッコボコにされたのってなんでかっていうと核持ってないからなんですよね。要はそのアメリカがなんかこの国に嫌がらせしてやりたいぜって言ったら、まあ好きに嫌がらせができますと。でも核を持ってるとワンチャン撃たれたらめんどくせえから嫌がらせしないっていうのが、一応トランプ大統領とキ正ジョンさんが、あの、主席が。 あの話をしたっていうので証明されたように、核持ってる国に対しては言いずしないっていうのがあるので、なので、その、アメリカとそんなに仲良くないよねとか、隣の国と結構揉めてるよねっていう国って、核持ってた方が得だよねっていうのあるんですよね。 なので、北朝鮮の核買いますっていうところが外貨を払うっていう可能性があったりするので、なので、あれは僕はその、皆さんこんなに性能のいいミサイルあるので買ってくださいねっていう、プロモーションなんじゃないかなというふうに見てるんですけど、ただこれ完全に陰謀論です。何か証拠があるわけではありません。はい。 えー、日本のコロナ感染者への対応、対応についてです。これ以上増やさないことの徹するよりも、感染してしまった高齢者やワクチンを打ってない子供への病床確保は、確保や、えー、事件性の対応法をもう少し考えてほしいと思っています。ワクチンを打っている若者はどうせ知らないからと出歩くだけなのに、なぜまたマボウや緊急事態を検討してるんですか、えー、検討してるのでしょうか都や政府はなぜ同じことを繰り返すのでしょうか竜木さんのお考えをお聞きしたいです。えっと、あの、病床が埋まるかどうかで決めればいいと思うんですよね。 えっとね、フランスの病床が、あの、そのなんか接触管理アプリみたいなやつ見られるんですけど、えー、っと <laughs> あの、えー、あの、まず感染者数ですけど、僕最近見てなかったんだけど、こんな多いんだ。えっと、30万人が感染してて、で、あの、重症のベッドが今フランス国内だと78%となってます。 だから、あと 2, 2割埋まると、もう大変なことになるよっていう。なので、あの、医療、その、医療崩壊しちゃって、あの、なんか死ななくてもいい人が死んじゃうよっていう状態なんですけど、ただ、えっと、5歳以上のワクチンは今、今、77%打たれてます。日本だとまだ、えっと、5歳から12歳打ってないと思うんですけど、一応、あの、5歳以上で77%で、12歳以上だともう80%超えたと思うんですよね。 なので、あの、まともな人は結構ワクチン打っちゃってるんですよね。で、まあ1日30万人とか感染してるんですけど、一応その病院に入ってる人自体で行くと40万人とかそんな感じ。なので、あの、入院してる人自体はそこまで多くないっていうのがあるので、なのであんまり気にせずにみんな楽しく暮らしちゃってるんですよね。ちなみにオミクロンの割合はフランス全体で91%。なのでもうデルタが8%にないぐらいっていう感じなので。 なので、あの、ど、なんだろうな。えっ、ー、と、これを言うか正しいわけではないんですけど、あの、デルタが流行るよりも、オミクロンが流行った方が得なんですよね。あの、デルタって重症化して亡くなってしまう確率結構高いんですよ。なんか、インドが、あの、デルタが最初流行った時に、1週間で、なんか10万人とかそれぐらい亡くなったと思うんですけど、なので、あの、デルタが普及してしまうと、あの、死者数めちゃめちゃ増えちゃうんですけど、 今あの、オミクロンが普及しちゃったおかげで、デルタが駆逐されてるんですよ。なんでそのおかげで、あの、死亡率めっちゃ下がってるんですよね。その、あの、あんまり死なないオミクロンがやたら流行っちゃったせいで、その凶悪なデルタが広まる前にオミクロンにみんなかかっちゃってるから、デルタがかからないって、うそういう状態になってて、なので、あの、結果としては良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これあの、死んだ人もいるので言い方としては悪いと思うんですけど、 んで、えっと、一応その、フランスはあの、ワクチンを2回打たないと、あの、レストランにも入れないし、飛行機にも乗れないし、その新幹線みたいな、あの、長距離電車も乗れないし、で、基本的には病院に行くときも、あの、救急車とかじゃないのは入れませんっていう、結構その、あの、なかなか厳しい状態になるんですけど、で、それをなぜやるかっていうと、あの、ワクチンを打ってない奴に対する嫌がらせですっていうのを、あの、マクロン大統領言っちゃったんですよね。あの、 去年の段階から、あの、嫌がらせでやってるんですよね、みたいなことは僕はじゃ生放送では言ってたんですけど、一応マクロン大統領、明言はしてなかったんですよ。あくまでその、ワクチン打たないとレストラン入れませんよ。だから、ワクチン打った方がいいですよっていうのを、一応その、あの、仕組みとしてやってるんですけど、あくまでそれはその、レストランの中で感染力が広まるかもしれないから、ワクチンを打った人だけがレストランに入れるということで、感染が広まらないよね、みたいな、その、綺麗事を一応思っても聞いてたんですけど、 まあ最近もあの選挙も近いしなんかめんどくさくなったのか <laughs>、あの嫌がらせでそのなんかあのまあうんこ食え的な感じでそのワクチン打ってない人に対してこう悪口を言ってるっていうので、ちょっとあのフランス国内揉めたんですけど、とはいえあのフランスの国民の受け止め方としては、あの言い方は悪いけどマクロン大統領の言ってることは理解できるよねっていうのが6割ぐらいだったんですよね。 なので、あの、まあ、ワクチン打ってる人から見ても、やっぱりその、あの、今、ええー、とね、7割ぐらいが確かワクチン打ってない感じなんですよね。今そのフランスの重症化ベッドが80%埋まってますと。なので、もっと厳しくしなきゃいけないよねってなってるんですけど、でもその、じゃあ、重症化ベッドのうちの70%、80%の人がワクチン打ってないので、その、彼らがワクチン打ってくれたら、そこがごっそり減るので、 ベッドの空きが、そのベッドの埋まってるのが40%ぐらいまで下がるんですよね。そうすると別に半分以上空いてるから全然問題ないじゃんって話になるんですよ。なので、その、あの10、去年の12月から、なんか外出るときもマスクつけなきゃいけませんとか、なんかあの、リモートワークを週に3日はやらなきゃいけませんみたいなのを義務化されたりとか。 なんか一応その政策側、政府側の方でいろんなルールを作ってるんですけど、これ俺たちがやんなきゃいけないのって、お前らワクチン打ってない奴らのせいじゃねえかっていうので、そのワクチン打ってない人に対して、割とその、あの、嫌悪感を剥き出しにする人が増えてるんですよね。<laughs> まあそのおかげであのワクチン打ってない人とかが、あの、週末に大騒ぎしてデモとかやってるんですけど。まあでもどうなんですかね。 とはいえ、そのワクチン打たない派の人たちも1割ぐらいはいるので、なのでその人たちがこう、どれぐらいこう、あの、騒ぐかっていうところで、また変わっていくると思うんですけど、はい。<laughs> えー、潔癖症の治し方を教えてください。おぶつというよりは人潔癖なんですかね,ね。嫌いな人はトラウマの相手に対して触れることじゃなくて、その相手の行動範囲にいるとストレスで潔癖が発症するみたいです。過剰に手を洗いたくなったりで、巨迫性障害なのだかもです。リュさんもいろんな相手と揉めてきたと思いますが、そういった相手とあった触れた際の切り替え方ありますか あのまあ、基本的に潔癖症ってあの物理的な問題ではなく精神的な問題なんですよね。で、そのあの自分が嫌いな相手と物理的な接点があると、すごい汚れたような気がするっていうのは、その人が嫌いで、さらに触れてしまったということで、余計に嫌な思いをした、だから洗い流すことができるのではないかっていうふうに思い込んじゃってるんだと思うんですけど、なので本当に汚いかどうかってどうでもよくて、あの嫌いな人がいたらそう感じるという、あなたの性格が多分変わらないので、 あの、嫌いな人に近づかないっていう生活をした方がいいと思います。要はその、あの、潔癖症って治る人もいるんですけど、治らない人結構多くて、で、治すのってなかなか難しいので、潔癖症を治すより、嫌いな人に近づかないという生活をすると、潔癖症を発動することがないですよね。で、あの、精神的なその嫌いな布団運動ではなく、あの、単純にその、汚いものが良くないよねっていうタイプの潔癖症であれば、インドとかに住むといいんじゃないかなと思います。 多分インドに住んで潔癖症とかって言ってらんないと思うんですよね。<laughs> えー、29歳、会社 IT インフラエンジニア、独身800万、えー、バイリンガル独身です。あれ、独身が2個ある。えー、結婚出産の社会や友人からのマウントに疲れました。海外、えー、移住予定ですが、まだビザサポ付きのいいポジションをゲットできてません。自分の価値観を保ち続けたいし、日本にいながら世界観を広げたいです。 えっと、大人になってから親しい友達を作るにはどうしたらいいですかえっと、女性ってことなのかなあの、別になんかネット知り合いとかで普通に Twitter とかで友達作れるんじゃないですかゲーム友達とか。あの、リアルで会おうとすると、ある程度その自分の会社だったり、自分の住んでる地域だったり、で、その、同じような階層の人と出会うこともあるんですよね。なので、趣味友達とか作るといいんじゃないかなと思います。ゲーム友達とか。 まあゲームもやんねえとかでやれば、なんかあの、えっ、ー、と、まあバイクとか、バイクコミュニティもとかってんな。えっ、ー、と、なんかその変わった趣味で割と時間のかかる、あの、なんかボードゲーム好きとかだと、割とその全然違う分野の人とか、すいません、僕の趣味が偏ってると思うんですけどあの、そういうタイプだと割とその、あの、ボードゲームって長く話しするんですよ。 で、まあ、酒飲みながらやることもあんですけど、なんでその、長い時間を共有するタイプの趣味って、割と仲良くなりがちだったりするので、全然関係ないんですけど、あの、最近、あの、マーズっていう、あの、ボードゲーのオンライン版をやったんですけど、で、それがね、あの、一試合をリアルでやると、一応、あの元々ボードゲームなんですよ。それのオンライン版が、あの、なんか食べてもらえたんでやったんですけど、で、その、元々のね、あの、ボードゲームが、 確か1プレイ4時間か5時間ぐらいかかるんですよね。あのクソゲーか。いや、僕は割と面白かったんですけど。で、それがあの、ニコニコのあの、今のあのか、管理者の栗田さんとかと一緒にやったんですけど。っていうので、割とそのなんか、やってるうちには喋らざるを得ないし、仲良くなるんですよ。なので、あの、そういう感じで、その、全然仕事とかと関係なく、そのあの、なんかあの、長い時間、まあ、釣りとかでも、その旅とかなんですけど、なんか、そういう趣味の人を作るといいんじゃないかなと思います。 シビライゼーションのボードゲームもやったら時間かかるらしいですけどね。あれ確か8時間の彼女たかな。 税金運のより海外って住んでみたらどうなんだろうって、そういう目線で住まれてるんですね。エロキさんの考え聞いたとても嬉しいです。読んでいただきありがとうございました。いえいえ、なんか答えをするのに2400円も払っている見ぬ。二十歳以上で米国との二重国籍、各国厳密は日本国籍の自動喪失になった場合、米国の日本領事館で日本のパスポートを更新することができません。え、各グリーンカードやビザなど、米国での滞在を資格を証明する書類の提出が求めるため、その場合は違法ですが、日本に帰って日本でパスポートを更新すればバレないということでしょうか。米国親民権を取りたいけどいつかバレて

あの、全然わかんないですよ。あの、明治時代とかちょっとわかんないですけど、あの、実はその、日本国籍って、日本人って二重国籍はアウトであるというふうに法律上書かれてるんですけど、二重国籍を解消するという行為自体っていうのが、あの、韓国という手続きがあるんですよ。要はその、二重国籍ですよね。二重国籍なので、じゃあ例えばアメリカと日本の二重国籍だとしたら、えっと、じゃあ西村さん、二重国籍ですよね。 アメリカ国籍か日本国籍かどちらか選んでくださいっていう勧告という手続きがあるんですけど、その手続きが行われたことは今まで一度もありません。で、あの、まず二重国籍を解消することが不可能な場合っていうのがあるんですよ。あの、まあ、アメリカとかは国籍一応金払えば捨てられるんですけど、あの、ブラジルとか国籍捨てられない国ってあるんですよ。で、多分ね、ウクライナも今国籍捨てられない国なんですよね。 ブラジルはそのブラジルで生まれました。ブラジル国籍です。で、じゃあ、あの、お父さんお母さんの地下日本人です。で、日本国籍ゲットしました。で、あの、なので、で、その後日本に来ました。日本で生活しています。なので、ブラジル国籍も持ってるけど、日本で生活してます。で、二重国籍です。じゃあ、二重国籍解消してください。ブラジル国籍捨ててください。不可能です。だって、ブラジルは国籍を捨てるという手段がないから。 っていうのもあって、なのでその国籍ってそもそも捨てることができないっていうのもあって、二重国籍解消って不可能な場合があるんですよ。っていうのもあって、その勧告手続きっていうのが一応その手続きとして法律上書かれてるんですけど、あの一度もやられたことがないので、なので自動喪失の自動というのはありえません。 基本的に喪失しますよ選んでくださいって言われてなんかみんなビビってああ選ばなきゃいけないんだってビビって選んじゃってあのその別の国籍捨てるとか日本の国籍捨てるっていう人はいるんですけど実は国籍捨てなくていいんですよ。なので猫ひろしさんも実は日本国籍捨てる必要なかったんですよ。 ただ、なんか、あの、国籍捨てる必要なかったんですけど、なんか、その、世間的に捨てなきゃいけないんじゃないかって、猫広さん誤解しちゃって、日本国籍しちゃって、日本国籍とカンボジアの国籍で、カンボジアを選んだっていう形になったんですけど、なので、あの、もしこの放送、あの、聞いた方とか、あの、知り合いとかで、その、二重国籍気にしてる方は、あの、捨てる必要ないっていうのを触れ回っていただけるといいんじゃないかなと思います。そう、捨て広しっていうねん。 えー、匿名のつぶやき型日記パズーを個人開発で作っています。Twitter のように毎日つぶやき感覚で投稿週1回、1週間分のつぶやきを求めたカードが届きます。それを振り返って日記が書けるものです。毎日使ってくれるコアなユーザーもいますが、なかなかユーザー数が減ません。何をしたらユーザーが増えるでしょうか今日のアプリを見る限りもっと伸ばすことができそうと感じています。と僕がやるとしたら多分 Twitter の API 連携しちゃって、その Twitter で書いたつぶやきを自動的にまとめて送ってくれるっていう形にして、 わざわざそのパズーで登録するっていう形にしないで、Twitter ユーザーが便利だよねっていう感じで使って、Twitter ユーザーがそのなんかその1、2週間の感想を自分で書くみたいな感じにして、あこういうふうなサービスがあるんだって、周りの人にそのフォロワーに知られるみたいな感じで、Twitter を利用して、その中で広まるみたいな形でやるんじゃないかなと思います。あのマシュマロみたいな,そのなんか質問を受け付けて、Twitter で質問の回答をするよみたいな、ああいうサービスってその、 twitter の中で見てあ、こうやって質問と受け付けて書けばいいんだ。みたいなことで広まるじゃないですか？ああいう感じでその twitter ユーザーが使って twitter の中で広まるっていう形の方がうまくいくんじゃないかなと思います。 えー、死ぬまで経済的に良かったに暮らしたいです。何か良い策はありませんか、えー、今年二27歳、貯金4500万。米国インデックスを中心に資産運用しています。今年から全く経験ないアートの道に進み始めました。かっこ 3D ゲームグラフィック。29までに就職を目指していますが、実力も給料のしょ証もない心配で不安です。不動産を持ってない上、身寄りもないです、えー。長い水商売歴を経て人間関係が苦手になってしまい、結婚など人と暮らすことを諦めてます。えっと、まずその、 経済的に豊かというのがいくらぐらいなのかがわかんないんですよね。あの、人によってその経済的に豊かっていうのが、その、僕多分年間に、あの、ま、旅行でたまに使うんですけど、コロナ禍一切旅行しなかったので、年間僕一人で行くと多分200万使ってないんですよね。まあま家賃を除くですけど、だから月に5万円も使わないんで、 ま、服買わないし、だ本当に食費ぐらいしかかかんないんですよね。で、パソコンも買い直してないし。なでそ、そうすると年間100万円ぐらいかな。なので、でも別に経済的に何も困ってないので、なので、僕は別にそれで経済的に豊かに暮らしてるんですけど、あの、なので人によってその経済的に豊かっていう金額が違うんですよね。で、あの、多分1億ぐらいあって2%で回すと、年間に200万円ぐらい入るので、 服はその一着だけだからな。まあ、黄色い服ずっと着てますけど。<laughs> なので、あの、じ、その経済的に豊かに暮らすっていうので、一生懸命お金を稼ぐっていうパターンもあるんですけど、あの、自分の生活費を減らすっていう形も、ある種のお金稼ぐのと一緒なんですよね。 年間に600万円使わないと幸せになれませんっていう人だと、じゃあ年間600万円分を何とかして財産作んなきゃいけないんですけど、年間200万円でも楽しく暮らせますっていうのであれば、じゃあ200万円出てくる形っていうのをどうやって資産をするかっていけばいいので、で、その元々水商売で別にその,あのアートの方向で稼げるかどうかわからないっていうのであれば、多分その水商売以外での金の稼ぎ方ってそんなに得意な方ではないと思うんですよね。なのでそのお金を使わないっていう形で、その 満足できる生活をいかにするかっていう方向で、生活習慣を変えた方が安全なんじゃないかなと思いますけど。えー、ちなみにあの僕が買ってるビールは、そのなんか世界のビールセットみたいなのを年末にあの安く買ったので、だいたい1本150円ぐらいなんですよね。なんかあの24本セットで、割引になって3000円みたいな、そんな感じのやつを買ったので。 えー、こんばんは、高校生のバイトから。あ、だ、これもあの別に僕、新ハービールを買いたいって方じゃなくて、なんか世界、あの、年末に世界ビールセットっていうのが、あの、サイトで売られて、で、それの売れ残りが、あの、1月ぐらいに半額で売られてたんで、それを半額で買ったので、もともとなんか5000円ぐらいのやつが、えあれ ?48 ユーロが30何ユーロだったっけ忘れちゃった。なので、なんか一応多分3000円ぐらいで買ったと思うんで、そんな感じです。はい。 えー、こんばんは、高卒生のバイトからコンビニの屋た売れ社員になった今年20年目の38歳です。おお、すごいですね。えー、高卒資格なし年収500万子供となります。コンビニ先が見えず休みの週一で体がきつく、えー、飽きたこともあり仕事を変えたいですが何かおす,すめありました。住宅ローンも組もうとかもあてんですが、下手に転職しない方がいいでしょうかはい。えっとですね、あの、元コンビニの店長でこれだけやってましたっていう苦労はあるんですけど、 あの転職した時にじゃああなたを取りたいですっていう会社がどれだけあるかっていうとスキル的にかなり厳しいと思うんですよね。であのコンビニの店長で雇われだと思うんですけど年収500万それなりにもらってるんですよ。でただあの一発逆転したいのであれば勤務時間をずっと記録し続けてください。であの労働 基準監督書的に、その、この残業代払われてないよねっていうのが、10年間とかあったりすると、それ全部足して結構な金額になったりするんですよ。なので、転職するときに、その、今までの残業代これ払われてませんよねっていうので、争って1000万円ぐらいもらって転職するっていうパターンで、なんか、まあ、給料下がるけど別の仕事に行くっていうパターンで、なんかお金を取るっていうのはあるかもしれないですけど、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけどね。 お世話になっております、新橋やきとゆかちゃんです、あ、お久しぶりです、えー。マスクと社会というテーマで、某全国新聞から聞こえ以来受けております。屋外で距離があり、会話が少なければマスクを外しておいての方針が繰り返しされました。日本ではマスクが同調圧力の象徴のような気がします。自分の頭で考え、判断することが非常に大事だと思うんですが、えー、依然として過剰なガイドラインを必要とする日本社会の考えたについて、遺力さん、どう思われますか。まあでもあの、岸田総理の支持率、めっちゃ上がってるんですよね。 要はそのあの、マスクを含めた日本のそのコロナ対策というのは正しいと思っている人が多数派です。で、日本って今めちゃくちゃ円安で、あの、今外国人観光客入れると、めちゃめちゃ外国人してめちゃめちゃ儲かるんですけど、でもその日本の多くの人たちって高齢者で働いてなかったりするので、その外国人観光客を入れて売り上げが上がるかどうかってどうでもいいんですよ。だって年金もらえるから。 仮にそのじゃ外国人がいっぱい来て、その観光業とかに売り上げが上がったとしても、年金って1円も増えないじゃないですか。なので、その日本の経済がうまく回ることというのは、年金をもらってる人たちにとってはどうでもいいことなんですよ。 で逆に、その外国人が来ることでコロナが多少でも広まって自分や自分の家族、高齢者にかかってコロナになってる方が嫌じゃないですか。 なので、その観光業が一切回らないで年金もらい続けるの方が正しいんですよ。まあ、合理的に考えて僕この考えはすごい正しいと思うんですよ。自分が高齢者で、じゃあ自分の利益を最大化するにはどうすればいいか。まずコロナを持っている可能性がある外国人は一人も来るべきではない。で、売り上げがその上がる業界があるよりも、売り上げが上がらない業界で人が苦しんでる方が年金もらってる側の価値が高いんですよ。 ではその毎月毎月年金の額って決まっててお金入るじゃないですか。で、あの貧乏な人がいればいるほど人を雇うときに安く雇います。で、人に物を頼むときにも安く食べます。で、もを買うときにも安く買います。ではそのあのまあ、貧乏な人が多ければ多いほど安く安い給料で働けるし、貧乏な人が多ければ多いほど商品も安くなるじゃないですか。 例えばじゃあ農家がそのなんかもともとじゃあそのなんか1本100円で売ってるキュウリっていうのがみんながお金がないから買ってくれないからじゃあ1本80円ってなった場合年金生活してる人ってキュウリ1本80円になった方が得なんですよ。でもじゃあ農家が金持ちになってうちのキュウリは1本120円じゃなきゃ売んねえよって言ったらキュウリ高くなるじゃないですか。なので価格が下がって売り上げが少ない方が年金生活者は得なんですよ。 で、岸田政権の支持率は上がってるんですよ。なんで、これが僕、あの、日本ってそういう国だよねって話だと思うので、なので、あの、皆さんも早めに年金をもらうようになった方がいいんじゃないでしょうか。<laughs> なので、あの、日本社会の考え方っていうのでいくと、あの、要はその、YouTube とか見てる若い人たちっていうのは、いやいや、日本って変な方向向かってないと思うんですけど、高齢者側の立場に立って考えたときに、至ごく正しい判断を岸田政権はやってるんですよ。 であの、岸田政権になってからあの投資家の人たちってめっちゃ文句言ってるんですよね。あの株価めっっちゃ下がったとか。でも年金生活をしてる人たちは株価なんかどうでもいいんですよ。でむしろ株価が上がって小金持ちが増える方が嫌なんですよ。 だって、価格上がっちゃうじゃん。物価上がっちゃうからね。なので、あの、株、なんか株とか働いてもいないで儲けてるやつなんていなくなった方がいいし、株で暮らしてるやつなんてみんな破産した方がいいし、でも自分たちは年金をずっともらい続けるっていう方がいいよねっていうのが、合理的な結論だと思うので、そういう意味では、まあ、岸田政権うまくやってると思います。え、ひろきさん、こんばんは。就活中の大学院回生です。今大規模と決めていた会社を泣いいただけたのですが、おめでとうございます。 受かった後、口コミを見たところ、残業時間60時間、土日休みと書いてありながら、土日、土曜出勤ありと、ブラックな要素が多く見られました。内定辞退しようかと思ったのですが、先行を進めている会社が一社しかなく、辞退した上で残りの一社に落ちてしまうと考えると、怖くて辞退する勇気は持てません。私はどうすればいいでしょうかお酒を飲んでいるため、文章おかしかったらすいません。就職してみたら <laughs> いや、結局あのね、えっと、どんな会社に入ったとしても、望み通りにはなりません。 じゃ残業ありませんって言ったけど残業ありますとかその土日出勤ないって言ったんですけどじゃあプロジェクトがなんかトラブっちゃって土日をやらなきゃいけないって普通です。なのであのどんな会社でもその募集要項通りになるってほぼないと思うんですよね。あのアメリカとかであれば別なんですけどそのアメリカの場合ってその まあ会社によってはあの日本と同じようなことあるんですけど少なくともそのジョブディスクリプションに書いてないことはやりませんよって言った時にそれやるのが当たり前だよっていう押し方が法律上できないっていうのもあったりするのでなのであそうだよねじゃあごめんごめんって終わることがあるんですけど日本の場合でまともなまあ大きな会社でそれが許されてそれでその中で会社としても雰囲気が悪くとか空気が悪くならないっていう会社はほぼないと思うので なので、あの、第一志望に受かったんだったら、それでよかったねって話で、とりあえず就職してみて。で、それがダメだったら、まあ他の会社行けばいいんじゃないかなと思うんですけど。えー、30代男、も自動車メーカーのエンジニアです。 在宅でできる仕事が多いため、主にテレワークで仕事をしております。しかし先月、会社の方針が急に変わりまして、ゴールデンウィーク明けからホーぼ毎日強制中止されることになりました。この時代にエンジンで社員に対してテレワークを禁止するのが社員の満足度の採用競争力などを考慮すると、どう考えても愚作だと思いますが、井口さん、どう思いますでしょうか。えっと、まあ、あの、愚作だとは思うんですけど、日本の会社って割とその、 えっと、その、みんなが顔を合わせることでうまくいくよねという方法論で管理する管理職というのがいて、で、そうじゃないやり方を知らない管理職の場合って、結局じゃあテレワークで管理ができないですよね。で、あの、まあ、長期的にはそのテレワークでうまく回した方がいいよねは正しいんですけど、ただ、そのテレワークでうまく回す管理者というのが存在するのであれば可能ですと。 ただ、それができないのであれば、もう顔合わせるしかないよねって話だと思うので、なのでもうそういう会社です。で、そういう会社でテレワークをやらないというのを方針としてやってますって話だと思うので、なのでまあ日本ってそういう会社が多いよねって話だと思います。コメントでホンダで腐ってかれてるんですけど、ホンダなんですかね。一産は外資のシステムが割と用してるので、なんかテレワーク多そうな気がしますけど。 今の職場で10年以上働いているのですが、移動がないため同じ人間関係や職場の雰囲気がまずなれています。それ以外の条件がい,いのと転職先でも人間関係悩む可能性があることを考えると身動き取りませんが、既に精神的にも限界です。どうしたらいいでしょうかえっと、転職活動だけしてみて、で、あの、まあ、これぐらいいい条件だったら転職してみてもいいかもね。例えば給料が30%以上上がるとか。 っていう、あの、すごいいい条件で転職活動してみて、で、それで見つかったらそっちにさっさと転職すればいいんじゃないかなと思いますね。あんまりいい条件の転職先がないんだったら、諦めるっていうので、いいんじゃないかなと思います。<laughs> えー、九州で外注駆除の営業をしています。田舎に行こうと単価が高いと門前払いを受けます。えー、競合も多くないので、相見積もりも少なく、値段もほぼこちらの家です。しかしながら、30万、40万あたりで、なんと国境をで示しても高いと一瞬。どのようにすれば納得してもらえるでしょうか えっとですね、あの、納得してもらえるとかじゃなくて、そんなお金がないって話だと思うんですよね。すいません、すいません。えっと、結局その、あの、根拠を提示したとしても、まあ、これだけ遠いからお金もかかるし、時間もかかるんですよっていうのを言ったとしても、お金がないから払えないって話だと思うんですね。いや、その都会から離れれば離れるほど、お金がない人ってやっぱり多いんですよ。なので、そこら辺はもう仕方ないっていうので、あの、払える範囲でもらうしかないんじゃないかなと思いますけども、はい。 コメントで死ぬのって言われて。えー、失礼します。半枠です。 えー、ブースター接種開始月の2月の超過死亡は2万人だったようです。月間の超過死亡としては前代未聞だと思うんですが、ひろきさん的にはこれくらい仕方ないよねって感じですか。えっと、まず、あの、超過死亡がワクチンのブースターを打ったことによるという証明はされていません。で、超過死亡とは何かって話で、その、通常コロナがない頃って、人ってこれぐらい死んでたよね。で、コロナが出た後に、じゃあ多く2万人死にましたっていうので、それはコロナなのか、インフルエン フルエンななのののかかかか自殺なのか何の原因か分かりませんっていうのが超過死亡なんですよ。ところが頭の悪い人って超過死亡2万人をなぜかブースターを打ったせいだって決めつけてるんですよね。<laughs> なのでそこら辺があの物事が判断できない人っていうの何が正しいかわからない人っていうのでもちろんじゃあそのブースターで死んだ人もいるかもしれません。 それはちゃんと調べてないからね。なので、ブースターで死んだ人もいるかもしれないよね。ならわかるんですよ。でも、その、超過死亡で死んだ2万人はブースターであるっていう、なぜかそこを決めつけちゃうんですよね。なので、そこら辺のその、その数字と根拠っていうのの、そのなんか、こういう理由があって、こういう要因があって、こうやって人が死にましたっていう根拠があるんですけど、人が死んだ、死んだということはワクチンでやるみたいな、なぜか一足飛びになってしまうのが、頭の悪い人に多いパターンなので。 そこら辺、その、なんか陰謀論にはまる人のよくあるパターンなんですけど、気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに、高齢者のブースターでいくと、日本って多分もう1000万人以上打ってると思うので、高齢者に関していくと、確かブースター7割とか超えてんじゃなかったっけなので、そうすると、高齢者の7割がもう死んでるはずなんですよね。なので、あの、日本の高齢化問題が全て解決して、年金問題も解決してるはずなので、 なので、そこら辺のその高齢者のワクチンのブースターを打ったというところをなぜか無視してしまうっていう、そういうところのそのなんか、要はそのワクチンが悪いというところから決めつけて、ワクチンが悪い理由を一生懸命探しちゃってるんですけど、じゃあ、ワクチン打った人がどれぐらいいて、その人たちがどうなったのかなっていうので調べると、うん、ブースター打った高齢者はみんな生きてるよね。あ、高齢者8割いってるのかな なので、うん、死んでないよねっていう話だと思うので、なので、あの、もし自分の言ってることが正しいという風に思いたいのであれば、ブースターを撃った高齢者を全員殺すと、ブースターを撃った人が死ぬっていうのを確かに証明できるので、証明するためには、あの、大量殺人者にならなきゃいけないみたいな、そんな感じの結論になるんじゃないかなと思います。4回目はお年寄りだけかな。まあ、4回目に関していくと、期間が過ぎた後じゃないですかね。一応その、 抗体値はずっっと下がっていくので、なのであの2年後ぐらいには4回目打った方がいいよねみたいな感じになるかもしれないですけどただまあどうなんですかねその結局結構多くの人がコロナかかってるっぽいんですよねあのそのワクチンを打そのはしかとかの場合ってワクチンを打つともうはしかにならないですけどコロナのワクチンの場合ってあのコロナにならないためのワクチンではなくてコロナにかかった時に症状が 重篤化しないためのワクチンなんで、すよねなのであの症状がないまま感染している人っていうのが結構いるっぽくて、なので、あのワクチン打って別にじゃあ PCR 検査もしてませんっていうので、症状もないから気づいてないですっていうので、多分日本とか、実はコロナにかかってるっていう人結構多いんじゃないかなと思うんですけどね、えー。オミクロンってただの風邪やん。まあ、ワクチンを打ってると、あのただの風邪なんですけど、 あの、毒性で行くと、あの、イギリスから来たアルファ株と同じぐらいの死亡率があるんですよね。要はワクチンを打ってない人の場合は。ただ、あの、ほとんどの人はワクチンを打ってるので、なので、その、あの、重症化しないので、オミクロンで死ぬ人ってあんまりいないよねって話なんですけど、ワクチン打ってない人ってオミクロンで普通に死ぬんで気をつけてください。はい。で、あの、僕はあの、反コロナワクチンの人を止める必要ないんじゃないかなと思っていて、 あの要はその、まあ、弱肉強食というかその、まあ、世の中にこれだけ多くの情報があってでコロナワクチン打ってる人死なないよねっていうのがわからない人って、まあ、打たないでコロナにかかってその減ってくれた方が人類にとってメリットあるんじゃないかなと思ってるんですよね。要はその世の中に頭のいい人と頭の悪い人っていうのがいますと。 で、昔の人類って、あの、頭の悪い人って、長生きできなかったし、子孫も残せない形で、人類って進化していったんですよ。要はその、ある程度の能力がないと、まあ、食いっぱくれて死にますとかっていうので、その弱肉強食の時代っていうのがあって、で、そこで、あの、稼げる人とかが多く子供を作るとか。 っていうので、あの人類ってその優秀な遺伝子が残り続けるっていう構造になってたんですけど、その現段階って割とその先進国って自然淘汰が起きてないんですよね。で、その自然淘汰が起きてない中で、そのワクチンを打ったら死なないよねって言ってる状況で、そのワクチン打たない方がいいんだって言ってる人って、あの残念ながら正常な判断力というか、情報を比較する能力がないんだと思うんですよね。 なので、そういう人たちが減った方が、多分人類にとっては、ある程度合理的な判断ができる人が増えるっていうことだったうので、あの、別に僕なんか反ワクチンは好きにすればいいと思うんですよ。あの、反ワクチンを他人に勧める人はよくないと思うんですよね。だからワクチン打たない、別に若いからワクチン打たなくても全然いいっすっていう人は、僕それでもいいと思うんですよ。あの、例えばじゃあ僕、お酒も飲むし、タバコも吸うんですけど、あの、長生きしたいんだったら、タバコを吸うべきではない。大成果。 ただ、僕、別に、あの、タバコは吸うし、酒も飲むんですよ。まあ、タバコでも1年間吸ってないですけど。なので、その、間違った行為をするというのも、別に僕は分かってて間違った行為をしてるんですよ。なので、じゃあ、あの、ワクチン打つか打たないかでいうと、打った方がいいよね。でも、俺、若いから、別にワクチン打たなくても大丈夫だと思うんだよね。もう、それもいいんですよ。考え方として。ただ、それを他人に進めるべきではないという話なんですよ。 いや、その、他人にはワクチン打った方がいいよ。でも、俺はめんどくさいから打たないけどね。だ僕は、他人にはタバコを吸わない方がいいよって言うんですよ。タバコ吸おうと思うんだけどどう思うって言ったら吸わない方がいいよ。僕は吸うけどね。っていう話で。なので、その、他人に対して、その、じゃあ、あの、ワクチンを打つべきではないっていう押し付けをするような人って、それの影響を受けてワクチン打たない人もいるし、じゃあ、他人に対してタバコを吸うべきであるっていう人がいたとしたら、その人死んだ方が良くないですか 要は僕、タバコを吸うけど、他人にタバコを勧めることはないんですよ。要はそのタバコによって寿命も短くなるし、肺の機能も下がるし、そのあの生活にとっては良くないことが多いので、なのでそのタバコ吸わない方がいいよねって他人には言うんですよ。ただ僕は吸いますよと。 でも、他人に対してバンバンタバコ吸いましょうって言ってるのって、他人に対して迷惑じゃないですか。で、何人か間違ってタバコ吸う人もいると思うので、それで嫌な思いすることもあると思うので、なので僕は、あの、ワクチンを打たないは個人の自由だと思うんですけど、半枠の人っていうのが、あの、人類から減るということは、僕は人類社会にとって良いことなんじゃないかと思ってるんですよね。こう、コメントで、ああ、言っちゃったって書かれてますけど、はい。奥様へのカフェの立ちにしてください。えっ、ー、と、2000円もかかないです。はい。 だからその前、えっと、日経テレ東っていう番組でも言ったんですけど、まあ、タバコを吸うと税金もかかるので、あの納税の額が増えるんですよ。で、タバコを吸うと、だいたいタバコ吸い始めてから、30年とか40年経って脳卒中だったりっていう症状が出てくるんで、あのまあ、20代で働き始めてタバコ吸って、で50、60で脳卒中とかになって死ぬので、年金払わなくてよくなるんですよ。 なので、社会にとって、タバコを吸う人がいると、あの、年金払わなくてよくなるから、実は良いっていうのもあったりして、割と、あの、なので、その、社会的には、その社会の、えっと、高齢問題とか、年金もらえない問題の解決をする上では、タバコを吸うという社会にした方が、実は社会の仕組みはうまく回るよねってあるんですけど、ただ、知り合いに、だからタバコ吸った方がいいよ。早尻するからタバコ吸いなよっていうやつって、やべえやつじゃないですか。 あの別にタバコを吸う人で他人に勧めるのが良くないの馬場にあのに、ワクチンを打たないのは別にいいんですけど、反ワクチンっていうのは良くないよねって話で、はい。というところで、あの、理解していただければいいなと思うんですけど、なかなか理解が難しい人はいるのかなと思いますけど、はい。というわけで、ちょっと、あの、ビールも終わったので、今日のあの、このラーバージンでいいのかな割と飲みやすいのがおすすめでした。はい。スペイとビールですね。 というわけで、えっと、日曜日でゴールデンウィークも終わって、明日から、あの、普通に、あの、お仕事だと思いますけども、月曜日から皆さん頑張ってください。というわけで、お疲れ様でした。